一十院用譜第一章一十院用譜。一十院用譜エジプトの国を出た次の年の2月1日に、主はシナイの荒野において、会見の幕屋で、モーセに言われた。あなた方は、イスラエルの人々の全回収を、その氏族により、その父祖の家によって調査し、そのすべての男子の名の数を、一人一人数えて、その総数を得なさい。イスラエルのうちで、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者を、あなたとアロンとは、その部隊に従って数えなければならない。また、すべての部族は、おのおの父祖の家の長たる者を、一人ずつ出して、あなた方と協力させなければならない。すなわち、あなた方に協力すべき人々の名は、次の通りである。ルベンからは、シデウルのコエリズル。シメオンからは、ツリシャダイのコシルミエル。ユダからは、ミナダブのコナション。イッサカルからは、ツアルのコネタニエル。ゼブルンからは、ヘロンのコエリアブ。ヨセフの子たちのうち、エフライムからは、アミホデのコエリシャマ。マナセからは、パダズルの子がマリエル。ベニヤミンからは、イデオニの子アビダン。ダンからは、ミシャダイの子アヒエゼル。アセルからは、オクランの子パギエル。ガドからは、デウエルの子エリアサフ。ナフタリからは、ナンの子アヒラ。これらは回収のうちから選び出された人々で、その父祖の部族の司たち、またイスラエルの氏族の頭たちである、一十院用譜、一十院用譜こうして、モーセとアロンが、ここに名を掲げた人々を引き連れて、2月1日に回収をことごとく集めたので、彼らはその氏族により、その父祖の家により、その名の数に従って二十歳以上の者が、一人一人登録した。主が命じられたように、モーセはシナイの荒野で彼らを数えた。一十院用譜、一十院用譜すなわち、イスラエルの長子ルベンの子たちから生まれた者を、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の男子の名の数を、一人一人得たが、ルベンの部族のうちで、数えられた者は46,500人であった。一十院用譜、一十院用譜またシメオンの子たちから生まれた者を、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の男子の名の数を、一人一人得たが、シメオンの部族のうちで、数えられた者は59,300人であった。一十院用譜、一十院用譜またガドの子たちから生まれた者を、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、ガドの部族のうちで、数えられた者は45,650人であった。一十院用譜、一十院用譜ユダの子たちから生まれた者を、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、ユダの部族のうちで、数えられた者は74,600人であった。一十院用譜、一十院用譜イッサカルの子たちから生まれた者を、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、イッサカルの部族のうちで、数えられた者は54,400人であった。一十院用譜、一十院用譜ゼブルンの子たちから生まれた者を、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、ゼブルンの部族のうちで、数えられた者は57,400人であった。一十院用譜、一十院用譜ヨセフの子たちのうち、エフライムの子たちから生まれた者を、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、エフライムの部族のうちで、数えられた者は45,000人であった。一十院用譜、一十院用譜マナセの子たちから生まれた者を、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、マナセの部族のうちで、数えられた者は32,200人であった。一十院用譜、一十院用譜ベニヤミンの子たちから生まれた者を、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、ベニヤミンの部族のうちで、数えられた者は35,400人であった。一十院用譜、一十院用譜団の子たちから生まれた者を、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、団の部族のうちで、数えられた者は62,700人であった。一十院用譜、一十院用譜アセルの子たちから生まれた者を、その氏族により、その父祖の家によって調べ、
すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、アセルの部族の落ちで、数えられた者は41,500人であった。一十院養父な二人の子たちから生まれた者を、その氏族により、その父祖の家によって調べ、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上の者の名の数を得たが、ナフタリの部族のうちで、数えられた者は、53,400人であった。一十院養父これらが数えられた人々であって、モーセとアロンとイスラエルの司たちとが数えた人々である。その司たちは12人であって、おのおのその父祖の家のために出た者である。そしてイスラエルの人々のうち、その父祖の家に従って数えられた者は、すべてイスラエルのうち、戦争に出ることのできる二十歳以上の者であって、その数えられた者は合わせて603,550人であった。一十院養父しかし、レビ人は、その父祖の部族に従って、そのうちに数えられなかった。すなわち、主はモーセに言われた、あなたはレビの部族だけは数えてはならない。またその総数をイスラエルの人々のうちに数え上げてはならない。あなたはレビ人に、証の幕屋と、その諸々の器と、それに付属する諸々のものを管理させなさい。彼らは幕屋と、その諸々の器とを持ち運び、またそこで無をし、幕屋の周りに宿営しなければならない。幕屋が進むときは、レビ人がこれを取り崩し、幕屋を張るときは、レビ人がこれを組み立てなければならない。他の人がこれに近づくときは殺されるであろう。イスラエルの人々はその部隊に従って、おのおのその宿営に、おのおのその旗のもとにその天幕を張らなければならない。しかし、レビ人は、証の幕屋の周りに宿営しなければならない。そうすれば、主の怒りはイスラエルの人々の改宗の上に臨むことがないであろう。レビ人は、証の幕屋の無を守らなければならない。イスラエルの人々はこのようにして、すべて主がモセに命じられたように言った。一十院養父第二章一十院養父主はモセとアロンに言われた。イスラエルの人々は、おのおのその部隊の旗のもとに、その父祖の家の旗印に従って宿営しなければならない。また会見の幕屋の周りに、それに向かって宿営しなければならない。すなわち、日の出る方、東に宿営する者は、ユダの宿営の旗につく者であって、その部隊に従って宿営し、アミナダブの子ナションが、ユダの子たちの司となるであろう。その部隊、すなわち、数えられた者は74,600人である。その傍らに宿営する者はイッサカルの部族で、ツアルの子ネタニエルが、イッサカルの子たちの司となるであろう。その部隊、すなわち、数えられた者は54,400人である。次はゼブルンの部族で、ヘロンの子エリアブが、ゼブルンの子たちの司となるであろう。その部隊、すなわち、数えられた者は57,400人である。ユダの宿営の、その部隊に従って数えられた者は、合わせて186,400人である。これらの者は、真っ先に進まなければならない。一十院養父難の方では、ルベンの宿営の旗につく者が、その部隊に従っており、シデウルの子エリズルが、ルベンの子たちの司となるであろう。その部隊、すなわち、数えられた者は46,500人である。その傍らに宿営する者はシメオンの部族で、釣り車代のコシルミエルが、シメオンの子たちの司となるであろう。その部隊、すなわち、数えられた者は59,300人である。次はガドの部族で、デウエルの子エリアサフが、ガドの子たちの司となるであろう。その部隊、すなわち、数えられた者は45,650人である。ルベンの宿営の、その部隊に従って数えられた者は、合わせて151,450人である。これらの者は2番目に進まなければならない。一十院養父その次に会見の幕屋を、レビ人の宿営と共に、諸々の宿営の中央にして進まなければならない。彼らは宿営するのと同じように、おのおのその位置で、その旗に従って進まなければならない。一十院養父祭の方では、エフライムの宿営の旗につく者が、その部隊に従っており、アミホでの小エリシャマが、エフライムの子たちの司となるであろう。
その部隊、すなわち、数えられた者は4500人である。その傍らにマナセの部族がおって、パダズルの子がマリエルが、マナセの子たちの司となるであろう。その部隊、すなわち、数えられた者は32200人である。次にベニヤミンの部族がおって、ギデオニのコアビダンが、ベニヤミンの子たちの司となるであろう。その部隊、すなわち、数えられた者は35400人である。エフライムの宿営の、その部隊に従って数えられた者は、合わせて108100人である。これらの者は3番目に進まなければならない。一重引用符、一重引用符僕の方では、ダンの宿営の旗につく者が、その部隊に従っており、アミシャダイの子アヒエゼルが、ダンの子たちの司となるであろう。その部隊、すなわち、数えられた者は62700人である。その傍らに宿営する者は、アセルの部族であって、オクランのコパギエルが、アセルの子たちの司となるであろう。その部隊、すなわち、数えられた者は41500人である。次にナフタリの部族がおって、エナンのコアヒラが、ナフタリの子たちの司となるであろう。その部隊、すなわち、数えられた者は53400人である。ダンの宿営の、数えられた者は合わせて157600人である。これらの者はその旗に従って、最後に進まなければならない。一重引用符、一重引用符これがイスラエルの人々の、その父祖の家に従って数えられた人々である。もろもろの宿営の、その部隊に従って数えられた者は合わせて603550人であった。しかし、レビ人はイスラエルの人々のうちに数えられなかった。主がモーセに命じられた通りである。一重引用符、一重引用符イスラエルの人々は、すべて主がモーセに命じられた通りに行い、その旗に従って宿営し、おのおのその氏族に従い、その父祖の家に従って進んだ。一重引用符、一重引用符第三章一重引用符、一重引用符主がシナイ山で、モーセと語られた時の、アロンとモーセの一族は、次の通りであった。アロンの子たちの名は、次の通りである。長子はナダブ、次はアビウ、エレアザル、イタマル。これがアロンの子たちの名であって、彼らは皆油を注がれ、祭司の職に任じられて祭司となった。ナダブとアビウとは、市内の荒野において、イカを主の前に捧げたので、主の前で死んだ。彼らには子供がなかった。そしてエレアザルとイタマルとが、父アロンの前で祭司の務をした。一重引用符、一重引用符主はまたモセに言われた。レビの部族を召し寄せ、祭司アロンの前に立って仕えさせなさい。彼らは会見の幕屋の前にあって、アロンと全会衆のために、その務をし、幕屋の働きをしなければならない。すなわち、彼らは会見の幕屋の、すべての器を守り、イスラエルの人々のために務をし、幕屋の働きをしなければならない。あなたはレビ人を、アロンとその子たちとに、与えなければならない。彼らはイスラエルの人々のうちから、全くアロンに与えられたものである。あなたはアロンとその子たちとを立てて、祭司の職を守らせなければならない。他の人で近づく者は殺されるであろう。一重引用符、一重引用符主はまたモセに言われた。私は、イスラエルの人々のうちの初めに生まれたすべての初子の代わりに、レビ人をイスラエルの人々のうちから取るであろう。レビ人は、私のものとなるであろう。初子はすべて私のものだからである。私は、エジプトの国において、すべての初子を打ち殺した日に、イスラエルの初子を、人も獣も、ことごとく性別して、私に着せしめた。彼らは私のものとなるであろう。私は主である。一重引用符、一重引用符主はまた市内の荒野でモセに言われた。あなたはレビの子たちを、その父祖の家により、その氏族によって数えなさい。すなわち、一ヶ月以上の男子を数えなければならない。それでモセは主の言葉に従って、命じられた通りに、それを数えた。レビの子たちの名は、次の通りである。すなわち、ゲルション、コハテ、メラリ。ゲルションの子たちの名は、その氏族によれば次の通りである。すなわち、リブニ、シメイ。コハテの子たちは、
その氏族によれば、アムラム、イズハル、ヘブロン、ウジエル。メラリの子たちは、その氏族によれば、マヘリ、ムシ。これらはその父祖の家によるレビの氏族である。一十因養父、一十因養父ゲルションからリブニ人の氏族と、シメイ人の氏族とが出た。これらはゲルション人の氏族である。その数えられた者、すなわち、一ヶ月以上の男子の数は合わせて7500人であった。ゲルション人の氏族は幕屋の後方、すなわち、西の方に宿営し、ラエルの子エリアサフが、ゲルション人の父祖の家の司となるであろう。会見の幕屋のゲルションの子たちの無は、幕屋、天幕とその覆い、会見の幕屋の入り口の帳、庭の上げ張り、幕屋と祭壇の周りの庭の入り口の帳、その紐、およびすべてそれに用いるものを守ることである。一十因養父、一十因養父また、コハテからアムラム人の氏族、イズハル人の氏族、ヘブロン人の氏族、ウジエル人の氏族が出た。これらはコハテ人の氏族である。一ヶ月以上の男子の数は、合わせて8600人であって、廟所の無を守る者たちである。コハテの子たちの氏族は、幕屋の南の方に宿営し、ウジエルの子エリザパンが、コハテ人の氏族の父祖の家の司となるであろう。彼らの無は、契約の箱、机、食台、二つの祭壇、廟所の無に用いる器、帳、およびすべてそれに用いるものを守ることである。祭司アロンの子エレアザルが、レビ人の司たちの長となり、廟所の無を守る者たちを監督するであろう。一十因養父、一十因養父メラリからマヘリ人の氏族と、ムシ人の氏族とが出た。これらはメラリの氏族である。その数えられた者、すなわち、一ヶ月以上の男子の数は、合わせて6200人であった。アビハイルのコツリエルが、メラリの氏族の父祖の家の司となるであろう。彼らは幕屋の北の方に宿営しなければならない。メラリの子たちが、その無として管理すべきものは、幕屋の枠、その横木、その柱、その座、そのすべての器、およびそれに用いるすべてのもの、並びに庭の周りの柱とその座、その釘、およびその紐である。一十因養父、一十因養父また幕屋の前、その東の方、すなわち、会見の幕屋の東の方に宿営する者は、モーセとアロン、およびアロンの子たちであって、イスラエルの人々の無に代わって、領所の無を守る者である。他の人で近づく者は殺されるであろう。モーセとアロンとが、主の言葉に従って数えたレビ人で、その氏族によって数えられた者、一ヶ月以上の男子は、合わせて二万二千人であった。一十因養父、一十因養父主はまたモーセに言われた。あなたは、イスラエルの人々のうち、すべてウイゴである男子の一ヶ月以上のものを数えて、その名の数を調べなさい。また主なる私のために、イスラエルの人々のうちの、すべてのウイゴの代わりにレビ人を取り、またイスラエルの人々の家畜のうちの、すべてのウイゴの代わりに、レビ人の家畜を取りなさい。そこでモーセは主の命じられたように、イスラエルの人々のうちの、すべてのウイゴを数えた。その数えられたウイゴの男子、すべて1ヶ月以上のものは、その名の数によると 22,273 人であった。一十因養父、一十因養父主はモーセに言われた。あなたはイスラエルの人々のうちの、すべてのウイゴの代わりに、レビ人を取り、また彼らの家畜の代わりに、レビ人の家畜を取りなさい。レビ人は私のものとなる。私は主である。またイスラエルの人々のウイゴは、レビ人の数を273人超過しているから、そのあがないのために、その頭数によって、一人ごとに銀5シケルを取らなければならない。すなわち、廟所のシケルに従って、それを取らなければならない。1シケルは20ゲラである。あなたは、その超過したものをあがなう金を、アロンと、その子たちに渡さなければならない。そこでモーセは、レビ人によってあがなわれたものを超過した人々から、あがないの金を取った。すなわち、モーセは、イスラエルの人々のウイゴから、廟所のシケルに従って1365シケルの銀を取り、そのあがないの金を、主の言葉に従って、アロンとその子たちに渡した。主がモーセに命じられた通りである。一十因養父、一十因養父第四章一十因養父、一十因養父主はまたモーセとアロンに言われた。レビの子たちのうちから、
コハテの子たちの総数を、その氏族により、その父祖の家に従って調べ、30歳以上50歳以下で、無につき、会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えなさい。コハテの子たちの、会見の幕屋の無は、意図聖なる者に関わる者であって、次の通りである。すなわち、宿営の進むときに、アロンとその子たちとは、まず、は言って、隔ての垂れ幕を取り下ろし、それを持って、証の箱を覆い、その上に、ジュゴンの皮の覆いを施し、またその上に総青色の布を打ち掛け、輪に竿を差し入れる。また備えのパンの机の上には、青色の布を打ち掛け、その上に、皿、乳香を盛る杯、鉢、および燗祭りの瓶を並べ、また絶やさず備えるパンを置き、黄色の布をその上に打ち掛け、ジュゴンの皮の覆いを持って、これを覆い、竿を差し入れる。また青色の布を取って、燭台とその灯火皿、新切りばさみ、新取り皿、およびそれに用いる諸々の油の器を覆い、ジュゴンの皮の覆いのうちに、燭台とその諸々の器を入れて、担架に乗せる。また、金の祭壇の上に青色の布を打ち掛け、ジュゴンの皮の覆いで、これを覆い、その竿を差し入れる。また、廟所の無に用いる無の器を皆取り、青色の布に包み、ジュゴンの皮の覆いで、これを覆って、担架に乗せる。また祭壇の灰を取り去って、紫の布をその祭壇の上に打ち掛け、その上に、無をするのに用いる諸々の器、すなわち、火皿、肉刺し、銃の尾、鉢、および祭壇のすべての器を乗せ、またその上に、ジュゴンの皮の覆いを打ち掛け、そして竿を差し入れる。宿営の進むとき、アロンとその子たちとが、廟所と廟所のすべての器を覆うことを終わったならば、その後コハテの子たちは、それを運ぶために、入ってこなければならない。しかし、彼らは聖なるものに触れてはならない。触れると死ぬであろう。会見の幕屋のうちの、これらのものは、コハテの子たちが運ぶものである。一重引用符、一重引用符祭司アロンの子エレアザルは、灯し油、香ばしい薫香、絶やさず備える素材及び注ぎ油を司り、また幕屋の全体と、そのうちにあるすべての聖なるもの、及びそのところの諸々の器を司らなければならない。一重引用符、一重引用符主はまた、モーセとアロンに言われた、あなた方はコハテ人の一族を、レビ人のうちから耐えさせてはならない。彼らが意図聖なるものに近づくとき、死なないで、命を保つために、このようにしなさい。すなわち、アロンとその子たちが、まず、入り、彼らを各々その働きにつかせ、その担うべきものを取らせなさい。しかし、彼らは、入って、一目でも聖なるものを見てはならない。見るならば死ぬであろう。一重引用符。一重引用符主はまたモセに言われた。あなたはまたゲルションの子たちの総数を、その父祖の家により、その氏族に従って調べ、30歳以上50歳以下で、無につき、会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えなさい。ゲルション人の氏族の無として働くことと、運ぶ者とは次の通りである。すなわち、彼らは幕屋の幕、会見の幕屋及びその覆いと、その上のジュゴンの皮の覆い、並びに会見の幕屋の入り口の帳を運び、また庭の上げ張り、及び幕屋と祭壇の周りの庭の門の入り口の帳と、その紐、並びにそれに用いるすべての器を運ばなければならない。そして彼らはすべてこれらのものについての働きをしなければならない。ゲルション人の子たちのすべての無、すなわち、その運ぶことと、働くこととは、すべてアロンとその子たちの命に従わなければならない。あなた方は彼らにすべてその運ぶべきものを定めて、これを守らせなければならない。これはすなわちゲルション人の子たちの氏族が、会見の幕屋でする働きであって、彼らの無は祭司アロンの子イタマルの指揮のもとに置かなければならない。一重引用符、一重引用符メラリの子たちをもまたあなたはその氏族により、その祖父の家に従って調べ、30歳以上50歳以下で、無につき、会見の幕屋の働きをすることのできる者を、ことごとく数えなさい。彼らが会見の幕屋でするすべての無に従って、その運ぶ責任のある者は、次の通りである。すなわち、幕屋の枠、その横木、その柱、その座、庭の周りの柱、その座、
その釘、その紐、またそのすべての器、およびそれに用いるすべてのものである。あなた方は彼らが運ぶ責任のある器を、その名によって割り当てなければならない。これはすなわちメラリの子たちの氏族の働きであって、彼らは祭司アロンの子イタマルの指揮のもとに、会見の幕屋で、このすべての働きをしなければならない。一重引用符、一重引用符。そこでモーセとアロン、および回収の司たちは、コハテの子たちをその氏族により、その父祖の家に従って調べ、30歳以上50歳以下で、無につき、会見の幕屋で働くことのできる者を、ことごとく数えたが、その氏族に従って数えられた者は2750人であった。これはすなわち、コハテ人の氏族の数えられたもので、すべて会見の幕屋で働くことのできるものであった。モーセとアロンが、主のモーセによって命じられたところに従って数えたのである。一重引用符、一重引用符。またゲルションの子たちを、その氏族により、その父祖の家に従って調べ、30歳以上50歳以下で、無につき、会見の幕屋で働くことのできるものを、ことごとく数えたが、その氏族により、その父祖の家に従って数えられたものは2630人であった。これはすなわち、ゲルションの子たちの氏族の数えられたもので、すべて会見の幕屋で働くことのできるものであった。モーセとアロンが、主の命に従って数えたのである。一重引用符、一重引用符。またメラリの子たちの氏族を、その氏族により、その父祖の家に従って調べ、30歳以上50歳以下で、無につき、会見の幕屋で働くことのできるものを、ことごとく数えたが、その氏族に従って数えられたものは3200人であった。これはすなわち、メラリの子たちの氏族の数えられたもので、モーセとアロンが、主のモーセによって命じられたところに従って数えたのである。一重引用符、一重引用符。モーセとアロン、およびイスラエルの司たちは、レビ人を、その氏族により、その父祖の家に従って調べ、30歳以上50歳以下で、会見の幕屋には一手無の働きをし、また、運ぶ働きをする者を、ことごとく数えたが、その数えられた者は8580人であった。彼らは主の命により、モーセによって任じられ、おのおのその働きにつき、かつその運ぶところを受け持った。こうして彼らは主のモーセに命じられたように数えられたのである。一重引用符、一重引用符。第五章一重引用符、一重引用符。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に命じて、雷病人、流出のある者、死体に触れて汚れた者を、ことごとく宿営の外に出させなさい。男でも女でも、あなた方は彼らを宿営の外に出してそこにおらせ、彼らに宿営を汚させてはならない。私がその中に住んでいるからである。イスラエルの人々はそのようにして、彼らを宿営の外に出した。すなわち、主がモーセに言われたようにイスラエルの人々は言った。一重引用符、一重引用符。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に告げなさい。男または女が、もし人の犯す罪を犯して、重に罪を得、その人がとがあるものとなるときは、その犯した罪を告白し、そのものの値にその五分の一を加えて、彼がとがを犯した相手方に渡し、そのとがをことごとく償わなければならない。しかし、もし、そのとがの償いを受け取るべき親族も、その人にないときは、主にそのとがの償いをして、これを祭司に着せしめなければならない。なお、このほか、その贖いをするために用いた食材のお羊も、祭司に着せしめなければならない。イスラエルの人々が、祭司のもとに携えてくるすべての聖なる捧げ物は、皆祭司に着せしめなければならない。すべて人の聖なる捧げ物は祭司に着し、すべて人が祭司に与えるものは祭司に着するであろう。一重引用符、一重引用符。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に告げなさい。もし人の妻たる者が、道ならぬことをして、その夫に罪を犯し、人が彼女と寝たのに、そのことが夫の目に隠れて現れず、彼女はその身を汚したけれども、それに対する証人もなく、彼女もまたその時に捕らえられなかった場合、すなわち、妻が身を汚したために、夫が疑いの心を起こして妻を疑うことがあり、または妻が身を汚したことがないのに、夫が疑いの心を起こして妻を疑うことがあれば、夫は妻を妻子のもとに伴い、彼女のために大麦の粉1エパの10分の1を供え物として携えてこなければならない。ただし、その上に油を注いではならない。また乳香を加えてはならない。
これは疑いの備え物を、覚えの備え物であって罪を覚えさせるものだからである。一重引用符、一重引用符祭司はその女を近く進ませ、主の前に立たせなければならない。祭司はまた土の器に聖なる水を入れ、幕屋の床の塵を取ってその水に入れ、その女を主の前に立たせ、女にその髪の毛をほどかせ、覚えの備え物すなわち、疑いの備え物を、その手に持たせなければならない。そして祭司は、呪いの苦い水を手に取り、女に誓わせて、これに言わなければならない。もし人があなたと寝たことがなく、またあなたが、夫のもとにあって、道ならぬことをして汚れたことがなければ、呪いの苦い水も、あなたに害を与えないであろう。しかし、あなたが、もし夫のもとにあって、道ならぬことをして身を汚し、あなたの夫でない人が、あなたと寝たことがあるならば、祭司はその女に、呪いの誓いを持って誓わせ、その女に言わなければならない。主はあなたの腿を痩せさせ、あなたの腹を膨れさせて、あなたを民のうちの、呪いとし、また、罵りとされるように。また、呪いの水が、あなたの腹には行ってあなたの腹を膨れさせ、あなたの腿を痩せさせるように。その時、女は、アーメン、アーメンと言わなければならない。一重引用符、一重引用符祭司は、この呪いを書き物に書き記し、それを苦い水に洗い落とし、女にその呪いの水を飲ませなければならない。その呪いの水は、彼女のうちには行って苦くなるであろう。そして祭司は、その女の手から疑いの備え物を取り、その備え物を主の前に揺り動かして、それを祭壇に持ってこなければならない。祭司はその供え物のうちから、覚えの分、一握りを取って、それを祭壇で焼き、その後、女にその水を飲ませなければならない。その水を女に飲ませるとき、もしその女が身を汚し、夫に罪を犯したことがあれば、その呪いの水は女のうちには行って苦くなり、その腹は膨れ、腿生やせて、その女は民のうちの呪いとなるであろう。しかし、もし女が身を汚したことがなく、清いならば、害を受けないで、子を産むことができるであろう。一重引用符、一重引用符これは疑いのある時の掟である。妻たる者が夫のもとにあって、道ならぬことをして身を汚したとき、または夫たる者が疑いの心を起こして、妻を疑うとき、彼はその女を主の前に立たせ、祭司はこの掟を、ことごとく彼女に行わなければならない。こうするならば、夫は罪がなく、妻は罪を負うであろう。一重引用符、一重引用符第六章一重引用符、一重引用符主はまたモーセに言われた、イスラエルの人々に言いなさい、男または女が、特に誓いを立て、なじる人となる誓願をして、身を主に性別するときは、ぶどう酒と恋酒を断ち、ぶどう酒の酢となったもの、恋酒の酢となったものを飲まず、また、ぶどうの汁を飲まず、また精でも干したものでも、ブドウを食べてはならない。なじる人である間は、すべて、ブドウの木からできるものは、種も皮も食べてはならない。一重引用符、一重引用符また、なじる人たる誓願を立てている間は、すべて、カミソリを頭に当ててはならない。身を主に性別した日数の満ちるまで、彼は聖なるものであるから、髪の毛を伸ばしておかなければならない。一重引用符、一重引用符神を主に性別している間は、すべて死体に近づいてはならない。父母、兄弟、姉妹が死んだ時でも、そのために身を汚してはならない。神に性別した印が、頭にあるからである。彼はなじる人である間は、すべて主の聖なるものである。一重引用符、一重引用符もし人が計らずも彼の傍らに死んで、彼の性別した頭を汚したならば、彼は身を清める日に、頭を剃らなければならない。すなわち、七日目にそれを剃らなければならない。バックスラッシュバックスラッシュ U3000 バックスラッシュバックスラッシュ U3000 そして八日目に山鳩には、または家鳩の雛庭を携えて、会見の幕屋の入り口におる祭司のところに行かなければならない。祭司はその一羽を積み祭に、一羽を反祭に捧げて、彼が死体によって得た罪を彼のためにあがない。その日に彼の頭を性別しなければならない。彼はまたなじる人たる日の数を、改めて主に性別し、一歳のオスの子羊を携えてきて、祭りとしなければならない。それ以前の日は、
彼がその性別を汚したので、無効になるであろう。一重引用符、一重引用符、これがナジル人の律法である。性別の日数が満ちた時は、その人を会見の幕屋の入り口に連れて来なければならない。そしてその人は、苗物を主に捧げなければならない。すなわち、一歳のオスの子羊の前期もの一頭を犯罪とし、一歳のメスの子羊の前期もの一頭を財祭とし、お羊の前期もの一頭を周音祭りとし、また種入れぬパンの一かご、油を混ぜて作った麦粉の菓子、油を塗った種入れぬせんべい、および粗祭りと寒祭りを携えてこなければならない。祭司はこれを主の前に携えてきて、その罪祭りと犯罪とを捧げ、またお羊を種入れぬパンの一かごとともに、周音祭の犠牲として、主に捧げなければならない。祭司はまたその粗祭りと寒祭りをも捧げなければならない。そのナジル人は会見の幕屋の入り口で、性別した頭を剃り、その性別した頭の髪を取って、これを周音祭りの犠牲の下にある火の上に置かなければならない。祭司はその大羊の肩の煮えたものと、カゴから取った種入れぬ菓子一つと、種入れぬせんべい一つを取って、これをナジル人が、その性別した頭を剃った後、その手に授け、祭司は主の前でこれを揺り動かして湯祭りとしなければならない。これは聖なるものであって、その揺り動かした胸と、捧げた桃と共に、祭司に帰するであろう。こうして後、そのナジル人は、ブドウ酒を飲むことができる。一重引用符、一重引用符、これは誓願をするナジル人と、そのナジル人たることのために、主に捧げる彼の供え物についての律法である。この他にその力の及ぶものを捧げることができる。すなわち、彼はその誓う誓願のように、ナジル人の律法に従って行わなければならない。一重引用符、一重引用符、主はまたモセに言われた。アロンとその子たちに言いなさい。あなた方はイスラエルの人々を祝福してこのように言わなければならない。願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは主が御顔を持ってあなたを照し、あなたを恵まれるように。願わくは主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。一重引用符、一重引用符、こうして彼らがイスラエルの人々のために、私の名を唱えるならば、私は彼らを祝福するであろう。一重引用符、一重引用符、第七章一重引用符、一重引用符。モーセが幕屋を建て終わり、これに油を注いで清別し、またそのすべての器、およびその祭壇と、そのすべての器に油を注いで、これを清別した日に、イスラエルの司たち、すなわち、その父祖の家の長たちは、捧げ物をした。彼らは各部族の司たちであって、その数えられた人々を司る者どもであった。彼らはその供え物を、主の前に携えてきたが、覆いのある車6両と牡牛12頭であった。司二人に車1両、一人に牡牛1頭である。彼らはこれを幕屋の前に引いてきた。その時、主はモセに言われた。あなたはこれを会見の幕屋の務に用いるために、彼らから受け取って、レビ人に、おのおのその務に従って、渡さなければならない。そこでモセはその車と牡牛を受け取って、これをレビ人に渡した。すなわち、ゲルションの子たちには、その務に従って、車2両と牡牛4頭を渡し、メラリの子たちには、その務に従って車4両と牡牛8頭を渡し、祭司アロンの子イタマルに、これを監督させた。しかし、コハテの子たちには、何をも渡さなかった。彼らの務は聖なるものを、肩荷になって運ぶことであったからである。司たちは、また祭壇に油を注ぐ日に、祭壇奉納の供え物を携えてきて、その供え物を祭壇の前に捧げた。主はモセに言われた。司たちは一日に一人ずつ、祭壇奉納の供え物を捧げなければならない。一重引用符、一重引用符、第一日に供え物を捧げたものは、ユダの部族のアミナダブのコナションであった。その供え物は銀の皿一つ、その重さは130シケル、銀の鉢一つ、これは70シケル、共に廟所のシケルによる。この二つには、祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。また10シケルの金の杯一つ。これには薫香を満たしていた。また反祭に使う若い牡牛一頭、お羊一頭、一歳のオスの子羊一頭。
炭祭りに使うオスヤギ1頭、周恩祭の犠牲に使うオオシ2頭、お羊5頭、オスヤギ5頭、1歳のオスの子羊5頭であって、これは阿弥陀ダブのコナションの供え物であった。一十陰陽符。一十陰陽符第2日には一サカルの司、ツアルの子ネタニエルが捧げ物をした。その捧げた供え物は銀の皿一つ。その重さは130シケル。銀の鉢一つ。これは70シケル。共に廟所のシケルによる。この二つには、祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。また10シケルの金の杯一つ。これには薫香を満たしていた。また半祭に使う若い王子一頭、お羊一頭、一歳のオスの子羊一頭。炭祭りに使うオスヤギ一頭。周恩祭の犠牲に使う王子二頭、お羊5頭、オスヤギ5頭、一歳のオスの子羊5頭であって、これはツアルの子ネタニエルの供え物であった。一十陰陽符、一十陰陽符第3日にはゼブルンの子たちの司、ヘロンの子エリアブ。その供え物は銀の皿一つ。その重さは130シケル。銀の鉢一つ。これは70シケル。共に廟所のシケルによる。この二つには、祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。また10シケルの金の杯一つ。これには薫香を満たしていた。また半祭に使う若い王子一頭、お羊一頭、一歳のオスの子羊一頭。炭祭りに使うオスヤギ一頭。周恩祭の犠牲に使う王子二頭、お羊5頭、オスヤギ5頭、一歳のオスの子羊5頭であって、これはヘロンの子エリアブの供え物であった。一十陰陽符、一十陰陽符第4日にはルベンの子たちの司、シデオルの子エリズル。その供え物は銀の皿一つ。その重さは130シケル。銀の鉢一つ。これは70シケル。共に廟所のシケルによる。この二つには、祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。また10シケルの金の杯一つ。これには薫香を満たしていた。また半祭に使う若い王子一頭、お羊一頭、一歳のオスの子羊一頭。炭祭りに使うオスヤギ一頭。周恩祭の犠牲に使う王子二頭、お羊5頭、オスヤギ5頭、一歳のオスの子羊5頭であって、これはシデオルの子エリズルの供え物であった。一十陰陽符、一十陰陽符第5日にはシメオンの子たちの司、ツリシャダイの子シルミエル。その供え物は銀の皿一つ、その重さは130シケル、銀の鉢一つ、これは70シケル、共に廟所のシケルによる。この二つには、祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。また10シケルの金の杯一つ、これには薫香を満たしていた。また半祭に使う若い王子一頭、お羊一頭、一歳のオスの子羊一頭。炭祭りに使うオスヤギ一頭。周恩祭の犠牲に使う王子二頭、お羊5頭、オスヤギ5頭、一歳のオスの子羊5頭であって、これはツリシャダイのコシルミエルの供え物であった。一十陰陽符。一十陰陽符第6日にはガドの子たちの司、デオエルの子エリアサフ。その供え物は銀の皿一つ。その重さは130シケル。銀の鉢一つ。これは70シケル。共に廟所のシケルによる。この二つには、祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。また10シケルの金の杯一つ。これには薫香を満たしていた。また半祭に使う若い王子一頭、お羊一頭、一歳のオスの子羊一頭。炭祭りに使うオスヤギ一頭。周恩祭の犠牲に使う王子二頭、お羊5頭、オスヤギ5頭、一歳のオスの子羊5頭であって、これはデウエルの子エリアサフの供え物であった。一十陰陽符、一十陰陽符第7日にはエフライムの子たちの司、アミホデの子エリシャマ。その供え物は銀の皿一つ。その重さは130シケル。銀の鉢一つ。これは70シケル。共に廟所のシケルによる。この二つには、祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。また10シケルの金の杯一つ。これには薫香を満たしていた。また半祭に使う若い王子一頭、お羊一頭、一歳のオスの子羊一頭。炭祭りに使うオスヤギ一頭。周恩祭の犠牲に使う王子二頭、お羊5頭、オスヤギ5頭、
1歳のオスの子羊5頭であって、これは阿弥陀での子エリシャマの供え物であった。一十陰陽符、一十陰陽符第8日にはマナセの子たちの司、パダズルの子がマリエル。その供え物は銀の皿1つ、その重さは130シケル、銀の鉢1つ、これは70シケル、共に廟所のシケルによる。この2つには、祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。また10シケルの金の杯1つ、これには薫香を満たしていた。また半祭に使う若い牡牛1頭、お羊1頭、1歳のオスの子羊1頭、炭祭りに使うオスヤギ1頭、周恩祭の犠牲に使う牡牛2頭、お羊5頭、オスヤギ5頭、1歳のオスの子羊5頭であって、これはパダズルの子がマリエルの供え物であった。一十陰陽符、一十陰陽符第9日にはベニヤミンの子らの司、ギデオニの子アビダ。その供え物は銀の皿1つ、その重さは130シケル、銀の鉢1つ、これは70シケル、共に廟所のシケルによる。この2つには、祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。また10シケルの金の杯1つ、これには薫香を満たしていた。また半祭に使う若い牡牛1頭、お羊1頭、1歳のオスの子羊1頭、炭祭りに使うオスヤギ1頭、周恩祭の犠牲に使う牡牛2頭、お羊5頭、オスヤギ5頭、1歳のオスの子羊5頭であって、これはギデオニの子アビダンの供え物であった。一十陰陽符、一十陰陽符第10日にはダンの子たちの司、アミシャダイの子アヒエゼル。その供え物は銀の皿1つ、その重さは130シケル、銀の鉢1つ、これは70シケル、共に廟所のシケルによる。この2つには、祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。また10シケルの金の杯1つ、これには薫香を満たしていた。また半祭に使う若い牡牛1頭、お羊1頭、1歳のオスの子羊1頭、炭祭りに使うオスヤギ1頭、周恩祭の犠牲に使う牡牛2頭、お羊5頭、オスヤギ5頭、1歳のオスの子羊5頭であって、これはアミシャダイの子アヒエゼルの供え物であった。一十陰陽符、一十陰陽符第11日にはアセルの子たちの司、オクランの子パギエル。その供え物は銀の皿1つ、その重さは130シケル、銀の鉢1つ、これは70シケル、共に廟所のシケルによる。この2つには、祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。また10シケルの金の杯1つ、これには薫香を満たしていた。また半祭に使う若い牡牛1頭、お羊1頭、1歳のオスの子羊1頭、炭祭りに使うオスヤギ1頭、周恩祭の犠牲に使う牡牛2頭、お羊5頭、オスヤギ5頭、1歳のオスの子羊5頭であって、これはオクランの子パギエルの供え物であった。一十陰陽符、一十陰陽符第12日にはナフタリの子たちの司、エナンの子アヒラ。その供え物は銀の皿1つ、その重さは130シケル、銀の鉢1つ、これは70シケル、共に廟所のシケルによる。この2つには、祭に使う油を混ぜた麦粉を満たしていた。また10シケルの金の杯1つ、これには薫香を満たしていた。また半祭に使う若い牡牛1頭、お羊1頭、1歳のオスの子羊1頭、炭祭りに使うオスヤギ1頭、周恩祭の犠牲に使う牡牛2頭、お羊5頭、オスヤギ5頭、1歳のオスの子羊5頭であって、これはエナンの子アヒラの供え物であった。一十陰陽符、一十陰陽符以上は祭壇に油を注ぐ日に、イスラエルの司たちが祭壇を奉納する供え物として捧げたものである。すなわち、銀の皿12、銀の鉢12、金の杯12。銀の皿はそれぞれ130シケル、鉢はそれぞれ70シケル。廟所のシケルによれば、この銀の器は合わせて2400シケル。また、薫香の満ちている12の金の杯は、廟所のシケルによれば、それぞれ10シケル。その杯の金は合わせて120シケルであった。また、半祭に使う牡牛は合わせて12。お羊は12、1歳のオスの子羊は12、この他にその素祭のものがあった。また財祭に使うオスヤギは12。
周恩祭の犠牲に使う王子は合わせて24、お羊は60、オスヤギは60、一歳のオスの子羊は60であって、これは祭壇に油を注いだ後に、祭壇奉納の供え物として捧げたものである。一重陰陽符、一重陰陽符さてモーセは主と語るために、会見の幕屋には行って、証の箱の上の食材所の上、二つのケルビムの間から自分に語られる声を聞いた。すなわち、主は彼に語られた。一重陰陽符、一重陰陽符第八章一重陰陽符、一重陰陽符主はモセに言われた。アロンに言いなさい。あなたが灯火を灯すときは、七つの灯火で燭台の前方を照すようにしなさい。アロンはそのようにした。すなわち、主がモセに命じられたように、燭台の前方を照すように、灯火を灯した。燭台の作りは次の通りである。それは金の打ち物で、その台もその花も共に打ち物作りであった。モーセは主に示された方に従って、そのようにその燭台を作った。一重陰陽符、一重陰陽符主はまたモーセに言われた。レビ人をイスラエルの人々のうちから取って、彼らを清めなさい。あなたはこのようにして彼らを清めなければならない。すなわち、罪を清める水を彼らに注ぎかけ、彼らに全身を剃らせ、衣服を洗わせて、身を清めさせ、そして彼らに若い王子一頭と、油を混ぜた麦粉の粗末りとを取らせなさい。あなたはまた、他に若い王子を罪祭のために取らなければならない。そして、あなたはレビ人を会見の幕屋の前に連れてきて、イスラエルの人々の全会衆を集め、レビ人を主の前に進ませ、イスラエルの人々をして、手をレビ人の上に置かせなければならない。そしてアロンは、レビ人をイスラエルの人々の捧げる油祭として、主の前に捧げなければならない。これは彼らに主の務をさせるためである。それからあなたはレビ人をして、テオカの王子の頭の上に置かせ、その一つを財祭とし、一つを犯祭として主に捧げ、レビ人のために罪の贖いをしなければならない。あなたはレビ人を、アロンとその子たちの前に立たせ、これを油祭として主に捧げなければならない。一重陰陽符、一重陰陽符こうして、あなたはレビ人をイスラエルの人々のうちから分かち、レビ人を私のものとしなければならない。こうしてアトレビ人は会見の幕屋には行って無につくことができる。あなたは彼らを清め、彼らを捧げて湯祭りとしなければならない。彼らはイスラエルの人々のうちから、全く私に捧げられたものだからである。イスラエルの人々のうちの初めに生まれたもの、すなわち、すべての初子の代わりに、私は彼らを取って私のものとした。イスラエルの人々のうちの初子は、人も獣も、皆私のものだからである。私はエジプトの地で、すべての初子を打ち殺した日に、彼らを性別して私のものとした。それで私はイスラエルの人々のうちの、すべての初子の代わりにレビ人を取った。私はイスラエルの人々のうちからレビ人を取って、アロンとその子たちに与え、彼らに会見の幕屋で、イスラエルの人々に代わって務をさせ、またイスラエルの人々のために罪の贖いをさせるであろう。これはイスラエルの人々が、廟所に近づいて、イスラエルの人々のうちに祭の起こることのないようにするためである。一重陰陽符、一重陰陽符モーセとアロン、およびイスラエルの人々の全会衆は、すべて主がレビ人のことにつき、モーセに命じられたところに従って、レビ人に言った。すなわち、イスラエルの人々は、そのように彼らに言った。そこでレビ人は身を清め、その衣服を洗った。アロンは彼らを主の前に捧げて湯祭りとした。アロンはまた彼らのために、罪の贖いをして彼らを清めた。こうして後、レビ人は会見の幕屋に入って、アロンとその子たちに仕えて務をした。すなわち、彼らはレビ人のことについて、主がモセに命じられたところに従って、そのように彼らに言った。一重陰陽符、一重陰陽符主はまたモセに言われた。レビ人は次のようにしなければならない。すなわち、25歳以上の者は無につき、会見の幕屋の働きをしなければならない。しかし、50歳からは無の働きを退き、重ねて務をしてはならない。ただ、会見の幕屋でその兄弟たちの無の助けをすることができる。しかし、無をしてはならない。あなたがレビ人にその無をさせるには、このようにしなければならない。
一十引用符、一十引用符第9章一十引用符、一十引用符エジプトの国を出た次の年の正月、主は市内の荒野でモーセに言われた。イスラエルの人々に、カエツの祭りを定めの時に行わせなさい。この月の14日の夕暮れ、定めの時に、それを行わなければならない。あなた方は、そのすべての定めと、そのすべての掟に従って、それを行わなければならない。そこでモセがイスラエルの人々に、カエツの祭りを行わなければならないと言ったので、彼らは正月の14日の夕暮れ、市内の荒野でカエツの祭りを行った。すなわち、イスラエルの人々は、すべて主がモセに命じられたように行った。ところが人の死体に触れて身を汚したために、その日にカエツの祭りを行うことのできない人々があって、その日モーセとアロンの前に来て、その人々は彼に言った。私たちは人の死体に触れて身を汚しましたが、なぜその定めの時に、イスラエルの人々と共に、主に供え物を捧げることができないのですか。モーセは彼らに言った。しばらく待て。主があなた方について、どう仰せになるかを聞こう。一十引用符。一十引用符主はモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方のうち、また、あなた方の子孫のうち、死体に触れて身を汚した人も、遠い旅路にある人も、なお、カエツの祭りを主に対して行うことができるであろう。すなわち、2月の14日の夕暮れ、それを行い、種入れぬパンと草を添えて、それを食べなければならない。これを少しでも朝まで残しておいてはならない。またその骨は一本でも折ってはならない。カエツの祭りのすべての定めに従ってこれを行わなければならない。しかし、その身は清く、旅に出てもいないのに、カエツの祭りを行わないときは、その人は民のうちから断たれるであろう。このような人は、定めの時に主の供え物を捧げないゆえ、その罪を負わなければならない。もし他国の人が、あなた方のうちに起立していて、主に対してカエツの祭りを行おうとするならば、カエツの祭りの定めにより、その掟に従って、これを行わなければならない。あなた方は他国の人にも、自国の人にも、同一の定めを用いなければならない。一十引用符、一十引用符幕屋を建てた日に、雲は幕屋を覆った。それはすなわち、証の幕屋であって、夕には、幕屋の上に、雲は火のように見えて、朝にまで及んだ。常にそうであって、昼は雲がそれを覆い、夜は火のように見えた。雲が幕屋を離れて登るときは、イスラエルの人々は、直ちに道に進んだ。また雲がとどまるところに、イスラエルの人々は宿営した。すなわち、イスラエルの人々は、主の命によって道に進み、主の命によって宿営し、幕屋の上に雲がとどまっている間は、宿営していた。幕屋の上に、日久しく雲のとどまるときは、イスラエルの人々は主の言いつけを守って、道に進まなかった。また幕屋の上に、雲のとどまる日の少ないときもあったが、彼らは、ただ主の命に従って宿営し、主の命に従って、道に進んだ。また雲は夕から朝まで、とどまることもあったが、朝になって、雲が昇るときは、彼らは道に進んだ。また昼でも夜でも、雲が昇るときは、彼らは道に進んだ。二日でも、一ヶ月でも、あるいはそれ以上でも、幕屋の上に、雲がとどまっている間は、イスラエルの人々は宿営していて、道に進まなかったが、それが昇ると道に進んだ。すなわち、彼らは主の命に従って宿営し、主の命に従って道に進み、モーセによって、主が命じられた通りに、主の言いつけを守った。一十引用符、一十引用符第十章一十引用符。一十引用符主はモセに言われた、銀のラッパを二本作りなさい。すなわち、打ち物作りとし、それで回収を呼び集め、また宿営を進ませなさい。この二つを吹くときは、全回収が会見の幕屋の入り口に、あなたのところに集まってこなければならない。もしその一つだけを吹くときは、イスラエルの士族の長である司たちが、あなたのところに集まってこなければならない。またあなた方が警報を吹き鳴らすときは、東の方の宿営が、道に進まなければならない。二度目の警報を吹き鳴らすときは、南の方の宿営が、
道に進まなければならない。すべて道に進むときは、警報を吹き鳴らさなければならない。また回収を集めるときにも、ラッパを吹き鳴らすが、警報は吹き鳴らしてはならない。アロンの子である祭司たちが、ラッパを吹かなければならない。これはあなた方が、代々長く守るべき定めとしなければならない。また、あなた方の国で、あなた方を教えたげるアダとの戦いに出るときは、ラッパを持って、警報を吹き鳴らさなければならない。そうするならば、あなた方は、あなた方の神、主に覚えられて、あなた方の敵から救われるであろう。また、あなた方の喜びの日、あなた方の祝いの時、および月々の第一日には、あなた方の繁祭と周恩祭の犠牲を捧げるにあたって、ラッパを吹き鳴らさなければならない。そうするならば、あなた方の神は、それによって、あなた方を覚えられるであろう。私はあなた方の神、オモである。一重引用符、一重引用符第2年の2月20日に、雲が証の幕屋を離れて登ったので、イスラエルの人々は、市内の荒野を出て、その旅路に進んだが、パランの荒野に至って、雲はとどまった。こうして彼らは、主がモセによって、命じられたところに従って、道に進むことを始めた。先頭には、ユダの子たちの宿営の旗が、その部隊を従えて進んだ。ユダの部隊の長はアミナダブの子ナション、イッサカルの子たちの部族の部隊の長はツアルの子ネタニエル、ゼブルンの子たちの部族の部隊の長はヘロンの子エリアブであった。一重引用符、一重引用符、そして幕屋は取り崩され、ゲルションの子たち、およびメラリの子たちは幕屋を運び進んだ。次にルベンの宿営の旗が、その部隊を従えて進んだ。ルベンの部隊の長はシデオルの子エリズル、シメオンの子たちの部族の部隊の長は、ツリシャダイの子シルミエル、ガドの子たちの部族の部隊の長はデウエルの子エリアサフであった。一重引用符、一重引用符、そしてコハテ人は聖なるものを運び進んだ。これがつくまでに、人々は幕屋を建て終わるのである。次にエフライムの子たちの宿営の旗が、その部隊を従えて進んだ。エフライムの部隊の長はアミホデの子エリシャマ、マナセの子たちの部族の部隊の長はパダズルの子がマリエル、ベニヤミンの子たちの部族の部隊の長はギデオニの子アビダンであった。一重引用符、一重引用符、次にダンの子たちの宿営の旗が、その部隊を従えて進んだ。この部隊は、すべての宿営のしんがりであった。ダンの部隊の長はアミシャダイの子アヒエゼル、アセルの子たちの部族の部隊の長はオクランの子パギエル、ナフタリの子たちの部族の部隊の長はエナンの子アヒラであった。イスラエルの人々が、その道に進むときは、このように、その部隊に従って進んだ。一重引用符、一重引用符、さて、モーセは、妻の父、ミデヤン人リュエルの子ホバブに言った。私たちは、かつて主がお前たちに与えると約束されたところに向かって進んでいます。あなたも一緒においでください。あなたが幸福になられるようにいたしましょう。オモがイスラエルに幸福を約束されたのですから。彼はモセに言った。私は行きません。私は国に帰って、親族のもとに行きます。モーセはまた言った。どうか私たちを見捨てないでください。あなたは、私たちが荒野のどこに宿営すべきかをご存知ですから、私たちの目となってください。もしあなたが一緒においでくださるなら、主が私たちに賜る幸福をあなたにも及ぼしましょう。一重引用符、一重引用符、こうして彼らは主の山を去って、三日の行程を進んだ。主の契約の箱は、その三日の行程の間、彼らに先立って行き、彼らのために休むところを尋ね求めた。彼らが宿営を出て、道に進むとき、昼は主の雲が彼らの上にあった。一重引用符。一重引用符、契約の箱の進むときモーセは言った。主よ、立ち上がってください。あなたの敵は打ち散らされ、あなたを憎む者どもは、あなたの前から逃げ去りますように。またそのとどまるとき、彼は言った。主よ、帰ってきてください。イスラエルの血よろずの人に、一重引用符、一重引用符、第十一章一重引用符、一重引用符、さて、民は災難に遭っている人のように、主の耳につぶやいた。主はこれを聞いて怒りを発せられ、主の火が彼らのうちに燃え上がって、宿営の橋を焼いた。
そこで民は背に向かって叫んだ。モーセが主に祈ったので、その火は静まった。主の火が彼らのうちに燃え上がったことによって、そのところの名はタベラと呼ばれた。一重引用符、一重引用符、また彼らのうちにいた多くの寄り集まり人は抑心を起こし、イスラエルの人々もまた再び泣いていった。ああ、肉が食べたい。我々は思い起こすが、エジプトでは、ただで、魚を食べた。キュウリも、スイカも、ニラも、玉ねぎも、そして、ニンニクも。しかし、今、我々の精魂は尽きた。我々の目の前には、このマナの他何もない。一重引用符、一重引用符マナは、コエンドロの実のようで、色はブドラクの色のようであった。民は歩き回って、これを集め、引き薄で引き、または、薄でつき、鎌で煮て、これを餅とした。その味は油かしの味のようであった。夜、宿営の露が降りるとき、マナはそれと共に降った。一重引用符、一重引用符モーセは、民が家ごとに、おのおのその天幕の入り口で泣くのを聞いた。そこで主は激しく怒られ、またモーセは不快に思った。そして、モーセは主に言った、あなたはなぜ、しもべに悪い仕打ちをされるのですか。どうして私はあなたの前に恵みを得ないで、このすべての民の重荷を負わされるのですか。私がこのすべての民を、はらんだのですか。私がこれを生んだのですか。そうではないのに、あなたはなぜ私に、養い親が乳児を抱くように、彼らを懐に抱いて、あなたが彼らの先祖たちに誓われた地に行けと言われるのですか。私はどこから肉を得て、このすべての民に与えることができましょうか。彼らは泣いて、肉を食べさせよと私に言っているのです。私一人では、このすべての民を追うことができません。それは私には重すぎます。もし私があなたの前に恵みを得ますならば、私にこのような仕打ちをされるよりは、むしろ、人思いに殺し、この上苦しみに合わせないでください。一重引用符、一重引用符、主はモーセに言われた。イスラエルの長老たちのうち、民の長老となり、司となるべきことを、あなたが知っている者70人を私のもとに集め、会見の幕屋に連れてきて、そこにあなたと共に立たせなさい。私は下って、そのところで、あなたと語り、また私はあなたの上にある霊を、彼らにも分け与えるであろう。彼らはあなたと共に、民の重荷を負い、あなたが、ただ一人で、それを負うことのないようにするであろう。あなたはまた民に言いなさい。あなた方は身を清めて、明日を待ちなさい。あなた方は、苦を食べることができるであろう。あなた方が泣いて主の耳に、私たちは肉が食べたい。エジプトにいた時は受かったと言ったからである。それゆえ、主はあなた方に肉を与えて食べさせられるであろう。あなた方がそれを食べるのは、一日や二日や五日や十日や二十日ではなく、一ヶ月に及び、ついにあなた方の鼻から出るようになり、あなた方は、それに飽き果てるであろう。それはあなた方のうちにおられる主を軽んじて、その前に泣き、なぜ、私たちはエジプトから出てきたのだろうと言ったからである。モーセは言った、私と共におる民は、徒歩の男子だけでも60万です。ところがあなたは、私は彼らに肉を与えて1ヶ月の間食べさせようと言われます。羊と牛の群れを彼らのためにほふって、彼らを飽きさせるというのですか。海のすべての魚を彼らのために集めて、彼らを飽きさせるというのですか。主はモセに言われた、主の手は短かろうか。あなたは、今、私の言葉の鳴るかどうかを見るであろう。一重引用符、一重引用符、この時モセは出て、主の言葉を民に告げ、民の長老たち70人を集めて、幕屋の周囲に立たせた。主は雲のうちにあって下り、モーセと語られ、モーセの上にある霊を、その70人の長老たちにも分け与えられた。その霊が彼らの上にとどまった時、彼らは予言した。ただし、その後は重ねて予言しなかった。一重引用符、一重引用符、その時二人の者が、宿営にとどまっていたが、一人の名はエルダデと言い、一人の名はメダデと言った。彼らの上にも霊がとどまった。彼らは名を記されたものであったが、幕屋に行かなかったので、宿営のうちで予言した。
時に一人の若者が走ってきて、モーセに告げて言った。エルダデとメダデとが宿営のうちで予言しています。若い時からモーセの従者であったヌンの子ヨシュアは答えて言った。我が王も、モーセよ、彼らを差し止めてください。モーセは彼に言った。あなたは、私のためを思って、妬みを起こしているのか。主の民が皆預言者となり、主がその霊を彼らに与えられることは、願わしいことだ。こうしてモーセはイスラエルの長老たちと共に、宿営に引き上げた。一重陰陽布、一重陰陽布さて、主の元から風が起こり、海の向こうから、うずらを運んできて、これを宿営の近くに落とした。その落ちた範囲は、宿営の周囲で、こちら側も、おおよそ一日の高低、あちら側も、おおよそ一日の高低、地面から高さおおよそ二キュービトであった。そこで民は立ち上がってその日は終日、その夜は終夜、またその次の日も終日、うずらを集めたが、集めることの最も少ないものも、十褒めるほど集めた。彼らは皆、それを宿営の周囲に広げておいた。その肉がなお、彼らの歯の間にあって食べ尽くさないうちに、主は民に向かって怒りを発し、主は非常に激しい疫病を持って民を打たれた。これによって、そのところの名はキブロテハッタワと呼ばれた。欲心を起こした民を、そこに埋めたからである。キブロテハッタワから、民はハゼロテに進み、ハゼロテに留まった。一重陰陽布、一重陰陽布第十二章一重陰陽布、一重陰陽布モーセはクシの女をめとっていたが、そのクシの女をめとったゆえをもって、ミリアムとアロンはモーセを非難した。彼らは言った、主はただモーセによって語られるのか。我々によっても語られるのではないのか。主はこれを聞かれた。モーセはその人となり柔和なこと、地上のすべての人に勝っていた。そこで、主は突然モーセとアロン、およびミリアムに向かって、あなた方三人、会見の幕屋に出てきなさい、と言われたので、彼ら三人は出てきたが、主は雲の柱のうちにあって下り、幕屋の入り口に立って、アロンとミリアムを呼ばれた。彼ら二人が進み出ると、彼らに言われた、あなた方は、今、私の言葉を聞きなさい。あなた方のうちに、もし、預言者があるならば、主なる私は幻を持って、これに私を知らせ、また夢を持って、これと語るであろう。しかし、私のしもべモーセとは、そうではない。彼は私の前科に忠心なるものである。彼とは、私は口づから語り、明らかに言って、謎を使わない。彼はまた主の形を見るのである。なぜ、あなた方は私のしもべモーセを恐れず非難するのか。一重陰陽布、一重陰陽布主は彼らに向かい怒りを発して去られた。雲が幕屋の上を離れ去った時、ミリアムは、雷病となり、その身は雪のように白くなった。アロンが振り返ってミリアムを見ると、彼女払い病になっていた。そこで、アロンはモセに言った。ああ、我が王もよ、私たちは愚かなことをして罪を犯しました。どうぞ、その罰を私たちに受けさせないでください。どうぞ彼女を母の腹から肉が半ば滅び失せて出る死人のようにしないでください。その時モーセは主に呼ばわって言った。ああ、神よ、どうぞ彼女を癒してください。主はモセに言われた。彼女の父が彼女の顔に唾きしてさえ、彼女は七日の間、恥じて身を隠すではないか。彼女を七日の間、宿営の外で閉じ込めておかなければならない。その後、連れ戻してもよい。そこでミリアムは七日の間、宿営の外で閉じ込められた。民はミリアムが連れ戻されるまでは、道に進まなかった。その後、民はハゼロテを立って進み、パランの荒野に宿営した。一重陰陽布、一重陰陽布第十三章一重陰陽布、一重陰陽布主はモセに言われた。人を使わして、私がイスラエルの人々に与えるカナンの地を探らせなさい。すなわち、その父祖の部族ごとに、すべて彼らのうちの司たる者一人ずつを使わしなさい。モーセは主の命に従って、パランの荒野から彼らを使わした。その人々は、ナイスラエルの人々の頭たちであった。彼らの名は、次の通りである。ルベンの部族ではザックルの子シャンマ、シメオンの部族では堀の子シャパテ、ユダの部族ではエフンネの子カレブ、
イッサカルの部族ではヨセフの子イガル、エフライムの部族ではヌンの子ホセア、ベニヤミンの部族ではラフの子パルテ、ゼブルンの部族では袖の子がデール、ヨセフの部族すなわち、マナセの部族ではスシの子がデ、ダンの部族ではゲマリの子アンミエル、アセルの部族ではミカエルの子セトル、ナフタリの部族ではワフシの子ナヘビ、ガドの部族ではマキの子ギュエル。以上はモセがその地を探らせるために使わした人々の名である。そしてモーセはヌンの子ホセアをヨシュアと名付けた、一十引用符、一十引用符モーセは彼らを使わし、カナンの地を探らせようとして、これに言った、あなた方はネゲブに行って、山に登り、その地の様子を見、そこに住む民は、強いか弱いか、少ないか多いか、また彼らの住んでいる地は、良いか悪いか。人々の住んでいる町々は、天幕か、城壁のある町か、その地は、肥えているか、痩せているか、そこには、木があるかないかを見なさい。あなた方は、イサンで行って、その地の果物を取ってきなさい。時は、ブドウの熟し始める季節であった。一十引用符、一十引用符そこで、彼らは登って行って、その地を珍の荒野から浜手の入り口に近いレホブまで探った。彼らはネゲブに登って、ヘブロンまで行った。そこにはアナクの子孫であるアヒマン、セシャイ、およびタルマイがいた。ヘブロンは、ジプトのゾアンよりも七年前に建てられたものである。ついに彼らはエシコルの谷に行って、そこで一房のブドウの枝を切り取り、これを棒を持って、二人で担ぎ、また、ザクロとイチジクをも取った。イスラエルの人々が、そこで切り取ったブドウの一房にちなんで、そのところはエシコルの谷と呼ばれた。一十引用符、一十引用符四十かの後、彼らはその地を探り終わって帰ってきた。そして、パランの荒野にあるカデシにいたモセとアロン、およびイスラエルの人々の全回収のもとに行って、彼らと全回収とに覆命し、その地の果物を彼らに見せた。彼らはモセに言った、私たちはあなたが、使わした地へ行きました。そこは誠に乳と蜜の流れている地です。これはその果物です。しかし、その地に住む民は強く、その町々は堅固で非常に大きく、私たちはそこにアナクの子孫がいるのを見ました。またネゲブの地には、アマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、アモリ人が住み、海辺とヨルダンの岸辺には、カナン人が住んでいます。一十引用符、一十引用符その時、カレブはモーセの前で、民を沈めていった。私たちはすぐに登って、攻め取りましょう。私たちは必ず勝つことができます。しかし、彼と共に登っていった人々は言った。私たちはその民のところへ攻め登ることはできません。彼らは私たちよりも強いからです。そして彼らはその探った地のことを、イスラエルの人々に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地は、そこに住む者を滅ぼす地です。またそのところで私たちが見た民は、みなせの高い人々です。私たちはまたそこで、ネピリムから出たアナクの子孫ネピリムを見ました。私たちには自分が、イナゴのように思われ、また彼らにも、そう見えたに違いありません。一十引用符、一十引用符第十四章一十引用符、一十引用符そこで、回収は皆声を上げて叫び、民はその夜、泣き明かした。またイスラエルの人々は皆モセとアロンに向かってつぶやき、全回収は彼らに言った。ああ、私たちはエジプトの国で死んでいたらよかったのに。この荒野で死んでいたらよかったのに。何故、主は私たちをこの地に連れてきて、剣に倒れさせ、また私たちの祭司を餌食とされるのであろうか。エジプトに帰る方が、むしろ良いではないか。一十引用符、一十引用符彼らは互いに言った。私たちは一人の頭を立てて、エジプトに帰ろう。そこで、モセとアロンはイスラエルの人々の全回収の前でひれ伏した。この時、その地を探った者のうちのヌンの子ヨシュアとエフンネの子カレブは、その衣服を裂き、イスラエルの人々の全回収に行った。私たちが行き巡って探った地は非常に良い地です。もし、主が良しとされるならば、私たちをその地に導いて行って、それを私たちにくださるでしょう。それは乳と蜜の流れている地です。ただ、主に背いてはなりません。またその地の民を恐れてはなりません。彼らは私たちの食い物に過ぎません。
彼らを守る者は取り除かれます。主が私たちと共におられますから、彼らを恐れてはなりません。ところが回収は見ない石で彼らを撃ち殺そうとした。一十院養父その時、主の栄光が、会見の幕屋からイスラエルのすべての人に現れた。主はモセに言われた、この民はいつまで私を侮るのか。私が諸々の印を彼らのうちに言ったのに、彼らはいつまで私を信じないのか。私は疫病をもって彼らを打ち滅ぼし、あなたを彼らよりも大いなる強い国民としよう。一十院養父モーセは主に言った。エジプト人は、あなたが力を持って、この民を彼らのうちから導き出されたことを聞いて、この地の住民に告げるでしょう。彼らは、主なるあなたが、この民のうちにおられ、主なるあなたが、間のあたり現れ、あなたの雲が、彼らの上にとどまり、昼は雲の柱のうちに、夜は火の柱のうちにあって、彼らの前に行かれるのを聞いたのです。今、もし、あなたがこの民を一人残らず殺されるならば、あなたのことを聞いた国民は語って、主は与えると誓った地に、この民を導き入れることができなかったため、彼らを荒野で殺したのだ、と言うでしょう。どうぞ、あなたが約束されたように、今主の大いなる力を表してください。あなたはかつて、主は怒ること遅く、慈しみに富み、罪と咎を許す者、しかし、罰すべき者は、決して許さず、父の罪を子に報いて、三、四代に及ぼすものである、と言われました。どうぞ、あなたの大いなる慈しみによって、エジプトからこの方、今に至るまで、この民を許されたように、この民の罪をお許しください。一十院養父主は言われた。私はあなたの言葉の通りに許そう。しかし、私は生きている。また主の栄光が、全世界に満ちている。私の栄光と、私がエジプトと荒野で行った印を見ながら、このように十度も私を試みて、私の声に聞き従わなかった人々は一人も、私がかつて彼らの先祖たちに与えると誓った地を見ないであろう。また私を侮った人々も、それを見ないであろう。ただし、私のしもべカレブは違った心を持っていて、私に完全に従ったので、私は彼が行ってきた地に彼を導き入れるであろう。彼の子孫は、目を所有するに至るであろう。谷にはアマレク人とカナン人が住んでいるから、あなた方は、明日、身を巡らして航海の道を荒野へ進みなさい。一十院養父主はモセとアロンに言われた。私に向かってつぶやくこの悪い回収をいつまで忍ぶことができようか。私はイスラエルの人々が、私に向かってつぶやくのを聞いた。あなたは彼らに言いなさい。主は言われる。私は生きている。あなた方が、私の耳に語ったように、私はあなた方にするであろう。あなた方は死体となって、この荒野に倒れるであろう。あなた方のうち、私に向かってつぶやいた者、すなわち、すべて数えられた20歳以上の者は皆倒れるであろう。エフンネの子カレブと、ヌンの子ヨシュアの他は、私がかつて、あなた方を住まわせようと、手を挙げて誓った地に、わいることができないであろう。しかし、あなた方が、餌食になるであろうと言ったあなた方の子供は、私が導いて、はいるであろう。彼らはあなた方が、癒しめた地を知るようになるであろう。しかしあなた方は、死体となってこの荒野に倒れるであろう。あなた方の子たちは、あなた方の死体が荒野に朽ち果てるまで40年の間、荒野で羊飼となり、あなた方の不信の罪を負うであろう。あなた方は、かの地を探った使徒家の日数に従い、その一日を一年として、40年の間、自分の罪を負い、私があなた方を遠ざかったことを知るであろう。主なる私がこれを言う。私は必ず私に逆らって集まったこの悪い回収に、これをことごとく行うであろう。彼らはこの荒野に朽ち、ここで死ぬであろう。一十院養父こうして、モーセに使わされ、かの地を探りに行き、帰ってきて、その地を悪く言い、全回収を、モーセに向かって、つぶやかせた人々、すなわち、その地を悪く言いふらした人々は、疫病にかかって主の前に死んだが、その地を探りに行った人々のうち、ヌンの子ヨシュアと、
エフンネの子カレブとは生き残った、一住院養父、一住院養父モーセが、これらのことを、イスラエルのすべての人々に告げたとき、民は非常に悲しみ、朝早く起きて山の頂に登っていった、私たちはここにいる。さあ、主が約束されたところへ登っていこう。私たちは、罪を犯したのだから。モーセは言った、あなた方は、それを成し遂げることもできないのに、どうして、そのように主の命に背くのか。あなた方は登っていってはならない。主があなた方のうちにおられないから、あなた方は敵の前に、打ち破られるであろう。そこには、アマレク人と、カナン人があなた方の前にいるから、あなた方は、剣に倒れるであろう。あなた方が背いて、主に従わなかったゆえ、主はあなた方と共におられないからである。しかし、彼らは、欲しいままに山の頂に登った。ただし、主の契約の箱と、モーセとは、宿営の中から出なかった。そこで、その山に住んでいたアマレク人と、カナン人が下ってきて、彼らを打ち破り、ホルマまで追ってきた。一住院養父、一住院養父第十五章一住院養父、一住院養父主はモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方が、私の与えて済ませる地に行って、主に火祭りを捧げるとき、すなわち特別の聖願の供え物、あるいは自発の供え物、あるいは祝いの時の供え物として、牛または羊を反祭または犠牲として捧げ、主に香ばしい香りとするとき、その供え物を主に捧げる者は、反祭または犠牲とともに、子羊一頭ごとに、麦粉一エパの十分の一に、油一品の四分の一を混ぜたものを、素祭として捧げ、ぶどう酒一品の四分の一を、燔祭りとして捧げなければならない。もし、またお羊を用いるときは、麦粉一エパの十分の二に、油一品の三分の一を混ぜたものを、素祭として捧げ、また、ぶどう酒一品の三分の一を、燔祭りとして捧げて、主に香ばしい香りとしなければならない。またあなたが特別の聖願の供え物、あるいは周恩祭りを、主に捧げるとき、若い牛を、反祭または犠牲とするならば、麦粉一エパの十分の三に、油一品の二分の一を混ぜたものを、素祭として、若い牛と共に捧げ、また、ぶどう酒一品の二分の一を、燔祭りとして捧げなければならない。これは火祭りであって、主に香ばしい香りとするものである。一住院養父、一住院養父牛、あるいはお羊、あるいは子羊、あるいは子ヤギは、一頭ごとに、このようにしなければならない。すなわち、あなた方の捧げる数に照らし、その数に従って、一頭ごとに、このようにしなければならない。すべて国に生まれた者が、火祭りを捧げて、主に香ばしい香りとするときは、このように、これらのことを行わなければならない。またあなた方のうちに起立している他国人、またはあなた方のうちに、代々長く住む者が、火祭りを捧げて、主に香ばしい香りとしようとするときは、あなた方がするように、その人もしなければならない。回収たる者は、あなた方も、あなた方のうちに起立している他国人も、同一の定めに従わなければならない。これは、あなた方が代々長く守るべき定めである。他国の人も、主の前には、あなた方と等しくなければならない。すなわち、あなた方も、あなた方のうちに起立している他国人も、同一の律法、同一の掟に従わなければならない。一住院養父、一住院養父主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。私が導いていく地に、あなた方がは行って、その地の食物を食べるとき、あなた方は、捧げ物を主に捧げなければならない。すなわち、麦粉の初物で作った菓子を、捧げ物としなければならない。これを、内場からの捧げ物のように、捧げなければならない。あなた方は代々その麦粉の初物で、主に捧げ物をしなければならない。一住院養父、一住院養父あなた方が、もし誤って、主がモーセに告げられたこのすべての戒めを行わず、主がモーセによって戒めを与えられた日からこの方、代々にわたり、あなた方に命じられたすべてのことを行わないとき、すなわち、回収が知らずに、誤って犯したときは、全回収は若い牛一頭を、反祭として捧げ、主に香ばしい香りとし、これに粗祭りと燔祭りとを定めのように加え、またオスヤギ一頭を、
罪祭りとして捧げなければならない。そして祭司は、イスラエルの人々の全回収のために、罪の贖いをしなければならない。そうすれば、彼らは許されるであろう。それは過失だからである。彼らはその過失のために、その供え物として、火祭りを主に捧げ、また罪祭りを主の前に捧げなければならない。そうすれば、イスラエルの人々の全回収は許され、また彼らのうちに起立している他国人も、許されるであろう。民は皆過失を犯したからである。一重引用符。一重引用符もし人が誤って罪を犯すときは、一歳のメスヤギ一頭を財祭として捧げなければならない。そして祭司は、人が誤って罪を犯したとき、その誤って罪を犯した人のために、主の前に罪の贖いをして、その罪を贖わなければならない。そうすれば、彼は許されるであろう。イスラエルの人々のうちの、国に生まれた者でも、そのうちに起立している他国人でも、誤って罪を犯す者には、あなた方は同一の律法を用いなければならない。しかし、国に生まれた者でも、他国の人でも、故意に罪を犯す者は主を汚す者で、その人は民のうちから断たれなければならない。彼は主の言葉を侮り、その戒めを破ったのであるから、必ず断たれ、その罪を負わなければならない。一重引用符、一重引用符。イスラエルの人々が荒野におるとき、安息日に一人の人が、焚き木を集めるのを見た。その焚き木を集めるのを見た人々は、その人をモセとアロン、および全回収のもとに連れてきたが、どう取り扱うべきか、まだ示しを受けていなかったので、彼を閉じ込めておいた。その時、主はモセに言われた、その人は必ず殺されなければならない。全回収は宿営の外で、彼を石で撃ち殺さなければならない。そこで、全回収は彼を宿営の外に連れ出し、彼を石で撃ち殺し、主がモーセに命じられたようにした。一重引用符、一重引用符。主はまたモーセに言われた。イスラエルの人々に命じて、代々その衣服の裾の四隅に房をつけ、その房を青紐で、裾の四隅につけさせなさい。あなた方が、その房を見て、主の諸々の戒めを思い起こして、それを行い、あなた方が自分の心と、目の欲に従って、みだらな行いをしないためである。こうして、あなた方は、私の諸々の戒めを思い起こして、それを行い、あなた方の神に聖なるものとならなければならない。私はあなた方の神、主であって、あなた方の神となるために、あなた方をエジプトの国から導き出したものである。私はあなた方の神、主である。一重引用符、一重引用符。第十六章一重引用符、一重引用符。ここに、レビの子コハテの子なるイズハルの子コラと、ルベンの子なるエリアブの子ダタンおよびアビラムと、ルベンの子なるペレテの子オントがそう結び、イスラエルの人々のうち、回収のうちから選ばれて、司となった名のある人々250人と共に立って、モーセに逆らった。彼らは集まって、モーセとアロンとに逆らって言った。あなた方は、分を超えています。全回収は、ことごとく聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、どうしてあなた方は、主の回収の上に立つのですか。モーセはこれを聞いてひれ伏した。やがて彼はコラと、そのすべての仲間とに言った。明日、主は、主につく者は誰、聖なる者は誰であるかを示して、その人を身元に近づけられるであろう。すなわち、その選んだ人を、身元に近づけられるであろう。それで、次のようにしなさい。コラとそのすべての仲間とは、火皿を取り、その中に火を入れ、それに薫香を持って、明日、主の前に出なさい。その時、主が選ばれる人は聖なる者である。レビの子たちよ、あなた方こそ、分を超えている。モーセはまたコラに言った、レビの子たちよ、聞きなさい。イスラエルの神はあなた方をイスラエルの回収のうちから分かち、主に近づかせて、主の幕屋の務をさせ、かつ回収の前に立って仕えさせられる。これはあなた方にとって、小さいことであろうか。神はあなたとあなたの兄弟なるレビの子たちを皆近づけられた。あなた方はなお、その上に祭司となることを求めるのか。あなたとあなたの仲間は、皆そのために集まって主に適している。あなた方はアロンを何と思って、彼に対してつぶやくのか、
一重引用符、一重引用符モーセは人をやって、エリアブのコダタンとアビラムとを呼ばせたが、彼らは言った、私たちは参りません。あなたは父と蜜の流れる地から、私たちを導き出して、荒野で私たちを殺そうとしている。これは小さいことでしょうか。その上、あなたは私たちに君臨しようとしている。かつまた、あなたは私たちを、父と蜜の流れる地に導いていかず、畑と、葡萄畑とを資業として与えもしない。これらの人々の目をくらまそうとするのですか。私たちは参りません。一重引用符。一重引用符モーセは大いに怒って、主に言った、彼らの供え物を顧みないでください。私は彼らから、ロバ一頭をも取ったことなく、また彼らの一人をも害したことはありません。そしてモーセはコラに言った、あなたとあなたの仲間は皆アロンと一緒に、明日、主の前に出なさい。あなた方は、おのおの日皿を取って、それに勲功を盛り、おのおのその日皿を主の前に携えて行きなさい。その日皿は合わせて250。あなたとアロンも、おのおの日皿を携えて行きなさい。彼らは、おのおの日皿を取り、火をその中に入れ、それに勲功を盛り、モセとアロンも共に、会見の幕屋の入り口に立った。その時、コラは会衆を、ことごとく会見の幕屋の入り口に集めて、彼ら二人に逆らわせようとしたが、主の栄光は全会衆に現れた。一重引用符、一重引用符主はモセとアロンに言われた。あなた方はこの会衆を離れなさい。私は直ちに彼らを滅ぼすであろう。彼ら二人は、ひれ伏して言った。神よ、すべての肉なる者の命の神よ、この一人の人が、罪を犯したからと言って、あなたは全会衆に対して怒られるのですか。主はモセに言われた。あなたは会衆に告げて、コラとダタンとアビラムの住まいの周囲を去れと言いなさい。一重引用符、一重引用符モーセは立ってダタンとアビラムの元に行ったが、イスラエルの長老たちも、彼に従って行った。モーセは会衆に言った。どうぞ、あなた方はこれらの悪い人々の天幕を離れてください。彼らのものには、にも触れてはならない。彼らの諸々の罪によって、あなた方も滅ぼされてはいけないから。そこで人々は、コラとダタンとアビラムの住まいの周囲を離れ去った。そして、ダタンとアビラムとは、妻、子、および幼児と一緒に出て、天幕の入り口に立った。モーセは言った、あなた方は主がこれらのすべてのことをさせるために、私を使わされたこと、また私が、これを自分の心に従って行うものでないことを、次のことによって知るであろう。すなわち、もしこれらの人々が、普通の死に方で死に、普通の運命に遭うのであれば、主が私を使わされたのではない。しかし、主が新しいことをされ、血が口を開いて、これらの人々と、それに属する者とを、ことごとくの見尽くして、生きながら陰符に下らせられるならば、あなた方はこれらの人々が、主を侮ったのであることを知らなければならない。一重引用符、一重引用符モーセが、これらのすべての言葉を述べ終わったとき、彼らの舌の土地が裂け、血は口を開いて、彼らとその家族、並びにコラに属するすべての人々と、すべての所有物を飲み尽くした。すなわち、彼らと、彼らに属する者は、みんな生きながら陰符に下り、血はその上を閉じ塞いで、彼らは会衆のうちから、立ち滅ぼされた。この時、その周囲にいたイスラエルの人々は、皆彼らの叫びを聞いて逃げ去り、おそらく血は私たちをも、飲み尽くすであろうと言った。また主の元から火が出て、勲功を備える250人をも焼き尽くした。一重引用符、一重引用符主はモセに言われた。あなたは祭司アロンの子エレアザルに告げて、その燃える火の中から、蚊の火皿を取り出させ、その中の火を遠く広く撒き散らさせなさい。それらの火皿は聖となったから、罪を犯して命を失った人々の、これらの火皿を、広いのベータとして、祭壇の覆いとしなさい。これは主の前に捧げられて、聖となったからである。こうして、これはイスラエルの人々に、印となるであろう。そこで祭司エレアザルは、かの焼き殺された人々が備えた聖堂の火皿を取り、これを広く打ち伸ばして、祭壇の覆いとし、これをイスラエルの人々の記念のものとした。これはアロンの子孫でない他の人が、
主の前に近づいて、訓行を託くことのないようにするため、またその人が子ら、およびその仲間のようにならないためである。すなわち、主がモーセによってエレアザルに言われた通りである。一十引用符その翌日、イスラエルの人々の会衆は、皆モセとアロンとにつぶやいて言った。あなた方は主の民を殺しました。会衆が集まって、モセとアロンとに逆らった時、会見の幕屋を望み見ると、雲がこれを覆い、主の栄光が現れていた。モセとアロンとが、会見の幕屋の前に行くと、主はモセに言われた。あなた方はこの会衆を離れなさい。私は直ちに彼らを滅ぼそう。そこで彼ら二人は、ひれ伏した。モーセはアロンに言った、あなたは火皿を取って、それに祭壇から取った火を入れ、その上に薫香を盛り、急いでそれを会衆のもとに持って行って、彼らのために罪のあがないをしなさい。主が怒りを発せられ、疫病がすでに始まったからです。そこで、アロンはモセの言ったように、それを取って会衆の中に走って行ったが、疫病はすでに民のうちに始まっていたので、薫香を焚いて、民のために罪のあがないをし、すでに死んだ者と、なお生きている者との間に立つと、疫病は止んだ。子らのことによって死んだ者の他に、この疫病によって死んだ者は 14,700 人であった。アロンは会見の幕屋の入り口にいるモセの元に帰った。こうして疫病は止んだ。一十引用符第十七章一十引用符主はモセに言われた。イスラエルの人々に告げて、彼らのうちから、おのおのの父祖の家に従って、杖一本ずつを取りなさい。すなわち、そのすべての司たちから、父祖の家に従って、杖十二本を取り、その人々の名を、おのおのその杖に書き記し、レビの杖にはアロンの名を書き記しなさい。父祖の家の頭は、おのおのの杖一本を出すのだからである。そして、これらの杖を、私があなた方に会う会見の幕屋の中の、証の箱の前に置きなさい。私の選んだ人の杖には、芽が出るであろう。こうして、私はイスラエルの人々があなた方に向かって、つぶやくのをやめさせるであろう。モーセが、このようにイスラエルの人々に語ったので、司たちは皆、その父祖の家に従って、おのおの、杖一本ずつを彼に渡した。その杖は合わせて十二本。アロンの杖も、その杖のうちにあった。モーセは、それらの杖を、証の幕屋の中の、主の前に置いた。一十引用符その翌日、モーセが、証の幕屋には行ってみると、レビの家のために出したアロンの杖は芽を吹き、つぼみを出し、花が咲いて、アメンドウの実を結んでいた。モーセがそれらの杖を、ことごとく主の前から、イスラエルのすべての人のところに持ち出したので、彼らは見て、おのおの自分の杖を取った。主はモセに言われた、アロンの杖を、証の箱の前に持ち帰り、そこに保存して、背く者どものために、印としなさい。こうして、彼らの私に対するつぶやきをやめさせ、彼らの死ぬのを免れさせなければならない。モーセはそのようにして、主が彼に命じられた通りに言った。一十引用符イスラエルの人々は、モーセに言った。ああ、私たちは死ぬ。破滅です。全滅です。主の幕屋に近づく者が、皆死ぬのであれば、私たちは死に耐えるではありませんか。一十引用符第十八章一十引用符そこで、主はアロンに言われた。あなたとあなたの子たち、およびあなたの父祖の家の者は、病所に関する罪を負わなければならない。また、あなたとあなたの子たちとは、祭司職に関する罪を負わなければならない。あなたはまた、あなたの兄弟なるレビの部族の者、すなわち、あなたの父祖の部族の者どもを、あなたに近づかせ、あなたに連なり、あなたに仕えさせなければならない。ただし、あなたとあなたの子たちとは、共に証の幕屋の前で仕えなければならない。彼らは、あなたの牟と、すべての幕屋の牟とを守らなければならない。ただし、廟所の器と、祭壇とに近づいてはならない。彼らもあなた方も、死ぬことのないためである。彼らはあなたに連なって、会見の幕屋の牟を守り、
幕屋の諸々の働きをしなければならない。他の者は、あなた方に近づいてはならない。このように、あなた方は、廟所の務と、祭壇の務とを守らなければならない。そうすれば、主の激しい怒りは、重ねてイスラエルの人々に望まないであろう。私はあなた方の兄弟たるレビ人を、イスラエルの人々のうちから取り、主のために、これを賜物として、あなた方に与え、会見の幕屋の働きをさせる。あなたとあなたの子たちは共に祭司職を守って、祭壇と、垂れ幕のうちのすべてのことを取り行い、共に務めなければならない。私は祭司の職務を賜物として、あなた方に与える。他の人で近づく者は殺されるであろう。一重引用符、一重引用符主はまたアロンに言われた。私はイスラエルの人々の、すべての聖なる供え物で、私に捧げるものの一部をあなたに与える。すなわち、私はこれをあなたと、あなたの子たちに、その分け前として与え、永久に浮くべき分とする。意と聖なる供え物のうち、火で焼かずに、あなたに帰すべきものは次の通りである。すなわち、私に捧げるすべての供え物、素祭、罪祭り、祭りは皆、意と聖なるものであって、あなたとあなたの子たちに帰するであろう。意と聖なるところで、それを食べなければならない。男子は皆、それを食べることができる。それはあなたに帰すべき聖なるものである。またあなたに帰すべきものはこれである。すなわち、イスラエルの人々の捧げる供え物のうち、すべて湯祭りとするものであって、これをあなたとあなたの息子娘に与えて、永久に浮くべき分とする。あなたの家の者のうち、清いものは皆、これを食べることができる。すべて油の最も良いもの、およびすべて新しいブドウ酒と、穀物の最も良いものなど、人々が主に捧げる初穂をあなたに与える。国のすべての産物の初物で、人々が主のもとに携えてきたものは、あなたに帰するであろう。あなたの家の者のうち、清いものは皆、これを食べることができる。イスラエルのうちの奉納物は皆、あなたに帰する。すべて肉なる者の初子であって、主に捧げられる者は皆、人でも獣でも、あなたに帰する。ただし、人の初子は必ず贖わなければならない。また汚れた獣の初子も、贖わなければならない。人の初子は生後1ヶ月で、贖わなければならない。その贖い金はあなたの与いつもりにより、廟所のシケルに従って、銀5シケルでなければならない。1シケルは20ゲラである。しかし、牛の初子、羊の初子、ヤギの初子は、贖ってはならない。これらは聖なるものである。その血を祭壇に注ぎかけ、その脂肪を焼いて火祭りとし、香ばしい香りとして、主に捧げなければならない。その肉はあなたに帰する。それは湯祭りの胸や右の腿と同じく、あなたに帰する。イスラエルの人々が、主に捧げる聖なる供え物は皆、あなたとあなたの息子娘とに与えて、永久に受ける分とする。これは主の前にあって、あなたとあなたの子孫とに対し、永遠に変わらぬ塩の契約である。主はまたアロンに言われた、あなたはイスラエルの人々の地のうちに、私業を持ってはならない。また彼らのうちに、何の分をも持ってはならない。彼らのうちにあって、私があなたの分であり、あなたの私業である。一重引用符、一重引用符私はレビの子孫にはイスラエルにおいて、すべて十分の一を私業として与え、その働き、すなわち、会見の幕屋の働きに報いる。イスラエルの人々は、重ねて会見の幕屋に近づいてはならない。罪を得て死なないためである。レビ人だけが会見の幕屋の働きをしなければならない。彼らがその罪を負うであろう。彼らがイスラエルの人々のうちに、私業の地を持たないことをもって、あなた方の代々長く守るべき定めとしなければならない。私はイスラエルの人々が供え物として主に捧げる十分の一を、レビ人に私業として与えた。それで、彼らはイスラエルの人々のうちに、私業の地を持ってはならないと、私は彼らに言ったのである。一重引用符、一重引用符主はモーセに言われた。レビ人に言いなさい。私がイスラエルの人々から取って、私業として与える十分の一を受けるとき、
あなた方はその十分の一の十分の一を、主に捧げなければならない。あなた方の捧げ物は、内場からの穀物や、酒舟からのぶどう酒と同じようにみなされるであろう。そのようにあなた方もまた、イスラエルの人々から受けるすべての十分の一のもののうちから、主に供え物を捧げ、主に捧げたその供え物を、祭司アロンに与えなければならない。あなた方の受けるすべての贈り物のうちから、その良いところ、すなわち、聖なる部分を取って、ことごとく供え物として、主に捧げなければならない。あなたはまた彼らに言いなさい。あなた方が、そのうちから良いところを取って捧げるとき、その残りの部分はレビ人には、内場の産物や、酒舟の産物と同じようにみなされるであろう。あなた方と、あなた方の家族とは、どこでそれを食べてもよい。これは会見の幕屋で、あなた方がする働きの報酬である。あなた方が、その良いところを捧げるときは、それによって、あなた方は罪を負わないであろう。あなた方は、イスラエルの人々の聖なる供え物を汚してはならない。死を免れるためである。一重引用符。一重引用符第19章一重引用符。一重引用符主はモセとアロンに言われた。主の命じられた律法の定めは、次の通りである。すなわち、イスラエルの人々に告げて、完全で、傷がなく、まだくびきを負ったことのない赤い目牛を、あなたのもとに引いてこさせ、これを祭司エレアザルに渡して、宿営の外に引き出させ、彼の前でこれをほふらせなければならない。そして祭司エレアザルは、指を持ってその血を取り、会見の幕屋の表に向かって、その血を7度振りかけなければならない。ついでその目牛を自分の目の前で焼かせ、その皮と肉と血とは、その汚物と共に焼かなければならない。そして祭司は高架シワの木と、ヒソプと、火の糸とを取って目牛の燃えている中に投げ入れなければならない。そして祭司は衣服を洗い、水に身をすすいで後、宿営に、わいることができる。ただし祭司は言うまで汚れる。またその目牛を焼いた者も水で衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。彼も言うまで汚れる。それから身の清い者が一人、その目牛の灰を集め、宿営の外の清いところに蓄えておかなければならない。これはイスラエルの人々の改宗のため、汚れを清める水を作るために備えるものであって、罪を清めるものである。その目牛の灰を集めた者は、服を洗わなければならない。その人は言うまで汚れる。これはイスラエルの人々と、そのうちに宿っている他国人との、永久に守るべき定めとしなければならない。一重引用符、一重引用符すべて人の死体に触れる者は、七日の間汚れる。その人は三日目と七日目とに、この灰の水を持って身を清めなければならない。そうすれば清くなるであろう。しかし、もし三日目と七日目とに、身を清めないならば、清くならないであろう。すべて死人の死体に触れて、身を清めない者は主の幕屋を汚すもので、その人はイスラエルから断たれなければならない。汚れを清める水がその身に注ぎかけられないゆえ、その人は清くならず、その汚れは、なお、その身にあるからである。一重引用符、一重引用符人が天幕の中で死んだ時に用いる律法は次の通りである。すなわち、すべてその天幕には行った者、およびすべてその天幕にいた者は7日の間汚れる。蓋で上を覆わない器は皆汚れる。剣で殺された者、または死んだ者、または人の骨、または墓などに、野外で触れる者はみんな、7日の間汚れる。汚れた者があった時には、罪を清める焼いた目牛の灰を取って器に入れ、流れの水をこれに加え、身の清い者が一人ヒソプを取って、その水に浸し、これをその天幕と、すべての器と、そこにいた人々と、骨、あるいは殺された者、あるいは死んだ者、あるいは墓などに触れた者とに振りかけなければならない。すなわちその身の清い人は、三日目と七日目とにその汚れた者に、それを振りかけなければならない。そして七日目にその人は身を清め、衣服を洗い、水に身をすすがなければならない。そうすれば夕になって清くなるであろう。一重引用符、一重引用符しかし、汚れて身を清めない人は主の廟所を汚すもので、その人は改宗のうちから断たれなければならない。
汚れを清める水がその身に注ぎかけられないゆえ、その人は汚れているからである。これは彼らの永久に守るべき定めとしなければならない。すなわち汚れを清める水を振りかけた者は、衣服を洗わなければならない。また汚れを清める水に触れた者も言うまで汚れるであろう。すべて汚れた人の触れる者は汚れる。またそれに触れる人も言うまで汚れるであろう。一十引用符。一十引用符第20章一十引用符。一十引用符イスラエルの人々の全回収は、正月になって珍の荒野には行った。そして民はカデシに留まったが、ミリアムがそこで死んだので、彼女をそこに葬った。一十引用符、一十引用符その頃回収は水が得られなかったため、あいつどまってモセとアロンに迫った。すなわち民はモセと争っていった。先に我々の兄弟たちが主の前に死んだ時、我々も死んでいたらよかったものを。なぜ、あなた方は主の回収をこの荒野に導いて、我々と、我々の家畜とを、ここで死なせようとするのですか。どうしてあなた方は我々をエジプトから登らせて、この悪いところに導き入れたのですか。ここには種をまくところもなく、イチジクもなく、ブドウもなく、ザクロもなく、また飲む水もありません。そこでモーセとアロンは会衆の前を去り、会見の幕屋の入り口へ行ってひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れ、主はモーセに言われた。あなたは、杖を取り、あなたの兄弟アロンと共に会衆を集め、その目の前で岩に命じて水を出させなさい。こうしてあなたは彼らのために岩から水を出して、会衆とその家畜に飲ませなさい。モーセは命じられたように主の前にある杖を取った。モーセはアロンと共に会衆を岩の前に集めて彼らに言った。背く人たちよ、聞きなさい。我々があなた方のためにこの岩から水を出さなければならないのであろうか。モーセは手を挙げ、杖で岩を二度打つと、水がたくさん湧き出たので、会衆とその家畜は共に飲んだ。その時主はモセとアロンに言われた。あなた方は私を信じないで、イスラエルの人々の前に私の聖なることを表さなかったから、この会衆を私が彼らに与えた地に導き入れることができないであろう。これがメリバの水であって、イスラエルの人々はここで主と争ったが、主は自分の聖なることを彼らのうちに表された。一十引用符、一十引用符さて、モーセはカデシからエドムの王に使者を使わしていった。あなたの兄弟、イスラエルはこう申します。あなたは私たちが遭遇したすべての患難をご存知です。私たちの先祖はエジプトに下っていって、私たちは年久しくエジプトに住んでいましたが、エジプト人が私たちと、私たちの先祖を悩ましたので、私たちが主に呼ばわったとき、主は私たちの声を聞き、一人の天の使を使わして、私たちをエジプトから導き出されました。私たちは、あなたの領地の端にあるカデシの町におります。どうぞ、私たちにあなたの国を通らせてください。私たちは畑もブドウ畑も通りません。また井戸の水も飲みません。ただ王の王子を通り、あなたの領地を過ぎるまでは右にも左にも曲がりません。しかし、エドムはモセに言った、あなたは私の領地を通ってはなりません。さもないと、私は剣を持って出て、あなたに立ち向かうでしょう。イスラエルの人々はエドムに言った、私たちは王子を通ります。もし私たちと私たちの家畜とが、あなたの水を飲むことがあれば、その値を払います。私は徒歩で通るだけですから何事もないでしょう。しかし、エドムは、あなたは通ることはなりませんと言って、多くの民と強い軍勢とを引き、出て、これに立ち向かってきた。このようにエドムはイスラエルに、その領地を通ることを拒んだので、イスラエルはエドムから他に向かった。一十引用符、一十引用符こうしてイスラエルの人々の全回収はカデシから進んでホル山に着いた。主はエドムの国境に近いホル山で、モセとアロンに言われた。アロンはその民に連ならなければならない。彼は私がイスラエルの人々に与えた地に、わいることができない。これはメリバの水で、あなた方が私の言葉に背いたからである。あなたはアロンとそのコエレアザルを連れてホル山に登り、アロンに衣服を脱がせて、それをそのコエレアザルに着せなさい。アロンはそのところで死んで、その民に連なるであろう。モーセは主が命じられた通りにし、
連れ立って全会衆の目の前でホル山に登った。そしてモーセはアロンに衣服を脱がせ、それをその子エレアザルに着せた。アロンはその山の頂で死んだ。そしてモーセとエレアザルは山から下ったが、全会衆がアロンの死んだのを見たとき、イスラエルの全家は30日の間アロンのために泣いた。一重引用符、一重引用符第21章一重引用符、一重引用符時にネゲブに住んでいたカナン人アラデの王は、イスラエルがアタリムの道を通ってくると聞いて、イスラエルを攻撃し、そのうちの数人を捕虜にした。そこでイスラエルは主に誓いを立てていった。もし、あなたがこの民を私の手に渡してくださるならば、私はその町々をことごとく滅ぼしましょう。主はイスラエルの言葉を聞き入れ、カナン人を渡されたので、イスラエルはそのカナン人と、その町々とをことごとく滅ぼした。それでそのところの名はホルマと呼ばれた。一重引用符、一重引用符民はホル山から進み、航海の道を通って、エドムの地を回ろうとしたが、タミハソの道に耐え難くなった。民は神とモーセとに向かい、つぶやいて言った。あなた方はなぜ私たちをエジプトから導き上がって、荒野で死なせようとするのですか。ここには食物もなく、水もありません。私たちは、の粗悪な食物は嫌になりました。そこで主は、火の蛇を民のうちに送られた。蛇は民を噛んだので、イスラエルの民のうち、多くの者が死んだ。民はモセのもとに行って言った、私たちは主に向かい、またあなたに向かい、つぶやいて罪を犯しました。どうぞ蛇を私たちから取り去られるように主に祈ってください。モーセは民のために祈った。そこで主はモーセに言われた、火の蛇を作って、それを竿の上にかけなさい。すべての噛まれたものが仰いで、それを見るならば生きるであろう。モーセは青銅で一つの蛇を作り、それを竿の上にかけておいた。すべて蛇に噛まれたものは、の青銅の蛇を仰いで見て生きた。イスラエルの人々は、地を進んでおごてに宿営した。またおごてから進んで東の方、モアブの前にある荒野において、イエアバリムに宿営した。またそこから進んでゼレデの谷に宿営し、さらにそこから進んでアルノン川の彼方に宿営した。アルノン川はアモリ人の境から伸び広がる荒野を流れるもので、モアブとアモリ人との間にあって、モアブの境を成していた。それゆえに、主の戦いの書にこう言われている。スパのワヘブ、アルノンの谷踊り寺、谷踊り寺の斜面、アルノ町まで傾き、モアブの境に寄りかかる。一重引用符、一重引用符彼らはそこからベールへ進んでいった。これは主がモセに向かって、民を集めよ。私は彼らに水を与えるであろう、と言われた井戸である。その時イスラエルは、の歌を歌った。井戸の水よ、湧き上がれ、人々よ、この井戸のために歌え。コツと杖とを持って司たちがこの井戸を掘り、民の長たちがこれを掘った。そして彼らは荒野からマッタナに進み、マッタナからナハリエルに、ナハリエルからバモテに、バモテからモアブノノにある谷に行き、荒野を見下ろすピスガの頂に着いた。一重引用符、一重引用符ここでイスラエルはアモリ人の王シホンに使者を使わして言わせた。私にあなたの国を通らせてください。私たちは畑にもブドウ畑にも、入りません。また井戸の水も飲みません。私たちはあなたの領地を通り過ぎるまで、ただ王の王子を通ります。しかし、シホンはイスラエルに自分の領地を通ることを許さなかった。そしてシホンは民をことごとく集め、荒野に出て、イスラエルを攻めようとし、ヤハズに来てイスラエルと戦った。イスラエルは、刃で彼を打ち破り、アルノンからヤボクまで彼の地を占領し、アンモン人の境に及んだ。ヤゼルはアンモン人の境だからである。こうしてイスラエルは、メラの町々をことごとく取った。そしてイスラエルは、モリ人のすべての町々に住み、ヘシボンとそれに付属するすべての村々にいた。ヘシボンはアモリ人の王シホンの都であって、シホンはモアブの以前の王と戦って、彼の地をアルノンまで、ことごとくその手から奪い取ったのである。それゆえに歌に歌われている。人々よ、ヘシボンに来たれ、シホンの町を築き立てよ。ヘシボンから火が燃え出し、シホンの都から炎が出て、モアブのアルを焼き尽くし、アルノンの高地の君たちを滅ぼしたからだ。モアブよ、
お前は災いなるかな、ケモシの民よ、お前は滅ぼされるであろう。彼は、息子らを逃げ去らせ、娘らをアモリ人の王シホンの捕虜とならせた。彼らの子らは滅び去った、ヘシボンからデボンまで。我々は荒らした、火はついてメデバニを呼んだ、一重引用符、一重引用符。こうしてイスラエルはアモリ人の地に住んだが、モーセはまた人を使わしてヤゼルを探らせ、ついにその村々を取って、そこにいたアモリ人を追い出し、転じてバシャンの道に登っていったが、バシャンの王オグは、その民をことごとく引き、エデレーで戦おうとして出迎えた。主はモセに言われた、彼を恐れてはならない。私は彼とその民とその地とを、ことごとくあなたの手に渡す。あなたはヘシボンに住んでいたアモリ人の王シホンにしたように彼にもするであろう。そこで彼とその子とすべての民とを、一人残らず撃ち殺して、その地を占領した。一重引用符、一重引用符。第22章一重引用符、一重引用符。さて、イスラエルの人々はまた道を進んで、エリコに近いヨルダンの彼方のモアブの平野に宿営した。チッポルの子バラクはイスラエルがアモリ人にしたすべてのことを見たので、モアブは大いにイスラエルの民を恐れた。その数が多かったためである。モアブはイスラエルの人々を非常に恐れたので、ミデアンの長老たちに言った。この群衆は牛が野の草を舐め尽くすように、我々の周囲のものを皆、舐め尽くそうとしている。チッポルの子バラクは、の時モアブの王であった。彼はアンモン人の国のユフラテ川のほとりにあるペトルに使者を使わし、ベオルの子バラムを招こうとして言わせた。エジプトから出てきた民があり、地の表を覆って私の前にいます。どうぞ今来て私のためにこの民を呪ってください。彼らは私よりも強いのです。そうしてくだされば、我々は彼らを撃って、この国から追い払うことができるかもしれません。あなたが祝福する者は祝福され、あなたが呪う者は呪われることを私は知っています。一重引用符、一重引用符。モアブの長老たちとミデアンの長老たちは占いの霊物を手にして出発し、バラムの元へ行って、バラクの言葉を告げた。バラムは彼らに言った。今夜ここに泊まりなさい。主が私に告げられる通りに、あなた方に返答しましょう。それでモアブの司たちは、バラムの元に留まった。時に神はバラムに望んで言われた。あなたのところにいるこの人々は誰ですか？バラムは神に言った。モアブの王チッポルの子バラクが、私に人をよこして言いました。エジプトから出てきた民があり、地の表を覆っています。どうぞ今来て私のために彼らを呪ってください。そうすれば私は戦って、彼らを追い払うことができるかもしれません。神はバラムに言われた。あなたは彼らと一緒に行ってはならない。またその民を呪ってはならない。彼らは祝福されたものだからである。明くる朝起きて、バラムはバラクの司たちに言った。あなた方は国にお帰りなさい。主は私があなた方と一緒に行くことを、お許しになりません。モアブの司たちは立ってバラクの元に行って言った。バラムは私たちと一緒に来ることを承知しません。一重引用符、一重引用符。バラクはまた前の者よりも身分の高い司たちを前よりも多く使わした。彼らはバラムのところへ行って言った。チッポルの子バラクはこう申します。どんな妨げをも顧みず、どうぞ私のところへおいでください。私はあなたを大いに優遇します。そしてあなたが私に言われることは何でもいたします。どうぞ来て私のためにこの民を呪ってください。しかし、バラムはバラクの家来たちに答えた。たとえバラクがその家に満ちるほどの金銀を私に与えようとも、ことの代償を問わず、私の神、主の言葉を超えては何もすることができません。それで、どうぞ、あなた方も今夜ここに留まって、主がこの上、私に何と仰せられるかを確かめさせてください。夜になり、神はバラムに望んで言われた。この人々はあなたを招きに来たのだから、立ってこの人々と一緒に行きなさい。ただし私が告げることだけを行わなければならない。一重引用符、一重引用符。明くる朝起きてバラムは、ロバに蔵を置き、モアブの司たちと一緒に行った。しかるに神は彼が行ったために怒りを発せられ、主の死は彼を妨げようとして、道に立ち塞がっていた。バラムは、ロバに乗り、その下辺二人も彼と共にいたが、ロバは主の死が、
手に抜き身の剣を持って、道に立ちふさがっているのを見、道をそれて畑には行ったので、バラムは、ロバを撃って道に返そうとした。しかるにオモの死は、タブドウ畑の間の狭い道に立ちふさがっていた。道の両側には石垣があった。ロバは主の死を見て、石垣にすり寄り、バラムの足を石垣に押し付けたので、バラムは、また、ロバを撃った。主の死はまた先に進んで、狭いところに立ちふさがっていた。そこは右にも左にも、曲がる道がなかったので、ロバはオモの死を見てバラムの下に伏した。そこでバラムは怒りを発し、杖でロバを撃った。すると、主が、ロバの口を開かれたので、ロバはバラムに向かって言った。私があなたに何をしたというのですか。あなたは三度も私を撃ったのです。バラムは、ロバに言った。お前が私を侮ったからだ。私の手に剣があれば、今、お前を殺してしまうのだが。ロバはまたバラムに言った。私はあなたが、今日まで長い間乗られたロバではありませんか。私はいつでも、あなたにこのようにしたでしょうか。バラムは言った。いや、しなかった。一十引用符。この時主がバラムの目を開かれたので、彼は主の死が手に抜き身の剣を持って、道に立ちふさがっているのを見て、頭を垂れてひれ伏した。主の死は彼に言った。なぜあなたは三度もロバを撃ったのか。あなたが誤って道を行くので、私はあなたを妨げようとして出てきたのだ。ロバは私を見て三度も身を巡らして私を避けた。もし、ロバが身を巡らして私を避けなかったなら、私はきっと今あなたを殺して、ロバを生かしておいたであろう。バラムはオモの死に言った、私は罪を犯しました。あなたが私をとどめようとして、道に立ちふさがっておられるのを、私は知りませんでした。それで今、もし、お気に召さないのであれば、私は帰りましょう。主の死はバラムに言った、この人々と一緒に行きなさい。ただし、私が告げることのみを述べなければならない。こうしてバラムはバラクの司たちと一緒に行った。一十引用符。さて、バラクはバラムが来たと聞いて、国境のアルノン川のほとり、国境の一端にあるモアブの町まで出て行って迎えた。そしてバラクはバラムに言った。私は人を使わしてあなたを招いたではありませんか。あなたはなぜ私のところへ来ませんでしたか。私は実際あなたを優遇することができないでしょうか。バラムはバラクに言った。ご覧なさい。私はあなたのところに来ています。しかし、今、何事かを自ら言うことができましょうか。私はただ神が私の口に授けられることを述べなければなりません。こうしてバラムはバラクと一緒に行き、キリアテホゾテに来たとき、バラクは牛と羊とをほふって、バラムを呼び彼と共にいたバラムを連れてきた司たちに送った。一十引用符は来る朝バラクはバラムを伴ってバモテバールに登り、そこからイスラエルの民の宿営の一端を眺めさせた。一十引用符第23章。バラムはバラクに言った。私のために、ここに7つの祭壇を築き、7頭の牛と7頭の羊とを整えなさい。バラクはバラムの言った通りにした。そしてバラクとバラムとは、その祭壇ごとに牛1頭とお羊1頭とを捧げた。バラムはバラクに言った、あなたは燔祭の傍らに立っていてください。その間に私は行ってきます。主は多分私に会ってくださるでしょう。そして、主が私に示されることは何でもあなたに告げましょう。こうして彼は一つのハゲ山に登った。神がバラムに会われたので、バラムは神に言った。私は7つの祭壇を設け、祭壇ごとに牛1頭とお羊1頭とを捧げました。主はバラムの口に言葉を授けて言われた。バラクの元に帰ってこう言いなさい。彼がバラクの元に帰ってみると、バラクはモアブのすべての司たちと共に燔祭の傍らに立っていた。バラムはこの託宣を述べた。バラクは私をアラムから招き寄せ、モアブの王は私を東の山から招き寄せている。来て私のためにヤコブを呪え、来てイスラエルを呪えと。神の呪わないものを、私がどうして呪えよう。主の呪わないものを、私がどうして呪えよう。岩の頂から眺め、丘の上から見たが、これは一人離れて住む民、
諸々の国民のうちに並ぶものはない。誰がヤコブの群衆を数え、イスラエルの無数の民を数えよう。私は義人のように死に、私の終わりは彼らの終わりのようでありたい。一十引用符、一十引用符。そこでバラクはバラムに言った。あなたは私に何をするのですか。私は敵を呪うために、あなたを招いたのに、あなたはかえって敵を祝福するばかりです。バラムは答えた。私は、主が私の口に授けられることだけを語るように注意すべきではないでしょうか。一十引用符、一十引用符。バラクは彼に言った。私と一緒に他のところへ行って、そこから彼らをご覧ください。あなたはただ彼らの一端を見るだけで、全体を見ることはできないでしょうが、そこから私のために彼らを呪ってください。そして彼はバラムを連れてゾピムの野に行き、ピスガの頂に登って、そこに七つの祭壇を築き、祭壇ごとに牛一頭とお羊一頭とを捧げた。時にはバラムはバラクに言った、あなたはここで、半祭の傍らに立っていてください。私は向こうへ行って、主に伺いますから。主はバラムに臨み、言葉を口に授けて言われた、バラクのもとに帰ってこう言いなさい。彼がバラクのところへ行ってみると、バラクは半祭の傍らに立ち、モアブの司たちも共にいた。バラクはバラムに言った、主は何と言われましたか。そこでバラムは、たこの託宣を述べた。バラクよ、立って聞け、チッポルの子よ、私に耳を傾けよ。神は人のように偽ることはなく、また人の子のように悔いることもない。言ったことで、行わないことがあろうか、語ったことで、しとげないことがあろうか。祝福せよとの命を私は受けた、すでに神が祝福されたものを、私は変えることができない。誰もヤコブのうちに才能あるのを見ない、またイスラエルのうちに悩みのあるのを見ない。彼らの神、主が共にいまし、王を讃える声がその中に聞こえる。神は彼らをエジプトから導き出された、彼らは野牛の角のようだ。ヤコブには魔術がなく、イスラエルには占いがない。神がそのなすところを時に応じてヤコブに告げ、イスラエルに示されるからだ。見よ、この民はメス獅子のように立ち上がり、お獅子のように身を起こす。これはその獲物を喰らい、その殺した者の血を飲むまでは身を横たえない。一十引用符、一十引用符。バラクはバラムに言った。あなたは彼らを呪うことも祝福することも、やめてください。バラムは答えてバラクに言った。主の言われることは、何でもしなければならないと、私はあなたに告げませんでしたか。バラクはバラムに言った。どうぞ、おいでください。私はあなたを他のところへお連れしましょう。神はあなたがそこから私のために彼らを呪うことを許されるかもしれません。そしてバラクはバラムを連れて、荒野を見下ろすペオルの頂に行った。バラムはバラクに言った、私のためにここに七つの祭壇を築き、牛七頭と、お羊七頭とを整えなさい。バラクはバラムの言った通りにし、その祭壇ごとに牛一頭とお羊一頭とを捧げた。一十引用符、一十引用符。第二十四章一十引用符。一十引用符。バラムはイスラエルを祝福することが主の心にかなうのを見たので、今度はいつものように言って魔術を求めることをせず、顔を荒野に向け、目を上げて、イスラエルがそれぞれ部族に従って宿営しているのを見た。その時、神の霊が望んだので、彼はこの託宣を述べた。ベオルの子バラムの言葉、目を閉じた人の言葉、神の言葉を聞く者、全能者の幻を見る者、倒れ伏して、目の開かれた者の言葉。ヤコブよ、あなたの天幕は麗しい。イスラエルよ、あなたの住まいは、麗しい。それは遠く広がる谷踊り寺のよう、川辺の園のよう、主が植えられた鎮光樹のよう、流れのほとりの高架シワのようだ。水は彼らの亀から溢れ、彼らの種は水の潤いに育つであろう。彼らの王はアガグよりも高くなり、彼らの国は崇められるであろう。神は彼らをエジプトから導き出された、彼らは野牛の角のようだ。彼らは敵なる国々の民を滅ぼし、その骨を砕き、矢を持って突き通すであろう。彼らはオス獅子のように身をかがめ、メス獅子のように伏している。誰が彼らを起こしえよう。あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は呪われるであろう。一十引用符、
一住院養父そこでバラクはバラムに向かって怒りを発し、手を打ち鳴らした。そしてバラクはバラムに言った、敵を呪うために招いたのに、あなたは帰って三度までも彼らを祝福した。それで今あなたは急いで自分のところへ帰ってください。私はあなたを大いに優遇しようと思った。しかし、主はその優遇をあなたに得させないようにされました。バラムはバラクに言った、私はあなたが使わされた使者たちに言ったではありませんか。たとえバラクがその家に満ちるほどの金銀を私に与えようとも、主の言葉を超えて心のままに善も悪も行うことはできません。私は主の言われることを述べるだけです。私は今私の民のところへ帰っていきます。それで私はこの民が後の日にあなたの民にどんなことをするかをお知らせしましょう。そしてこの託宣を述べた。ベオルの子バラムの言葉、目を閉じた人の言葉。神の言葉を聞く者、意図高き者の知識を持つ者、全能者の幻を見、倒れ伏して、目の開かれた者の言葉。私は彼を見る、しかし今ではない。私は彼を望み見る、しかし近くではない。ヤコブから一つの星が出、イスラエルから一本の杖が起こり、モアブのこめかみと、節のすべての子らの脳天を打つであろう。敵のエドムは領地となり、セールもまた領地となるであろう。そしてイスラエルは勝利を得るであろう。剣を取る者がヤコブから出、生き残った者を町から立ち滅ぼすであろう。バラムはまたアマレクを望み見て、この託宣を述べた。アマレクは諸国民のうちの最初の者、しかし、ついに滅び去るであろう。またケニ人を望み見て、この託宣を述べた。お前の住処は堅固だ、岩に、お前は巣を作っている。しかし、カインは滅ぼされるであろう。アシュルはいつまでお前を捕虜とするであろうか。彼はまたこの託宣を述べた。ああ、神が定められた以上、誰が生き延びることができよう。キッテムの海岸から船が来て、アシュルを攻め悩まし、エベルを攻め悩ますであろう。そして彼もまたついに滅び去るであろう。こうしてバラムは立ち上がって、自分のところへ帰って行った。バラクもまた立ち去った。一住院養父、一住院養父第25章一住院養父、一住院養父イスラエルはシッテムに留まっていたが、民はモアブの娘たちと、みだらなことをし始めた。その娘たちが神々に犠牲を捧げるときに民を招くと、民は一緒にそれを食べ、娘たちの神々を拝んだ。イスラエルはこうしてペオルのバールに付き従ったので、主はイスラエルに向かって怒りを発せられた。そして主はモセに言われた、民の首領をことごとく捕らえ、日のあるうちにその人々を主の前で処刑しなさい。そうすれば主の怒りはイスラエルを離れるであろう。モーセはイスラエルの裁き人たちに向かって言った。あなた方はおのおの、配下の者どもでペオルのバールに付き従った者を殺しなさい。一住院養父、一住院養父モーセとイスラエルの人々の全会衆徒が会見の幕屋の入り口で泣いていたとき、彼らの目の前で、一人のイスラエル人が、その兄弟たちの中に、一人のミディアンの女を連れてきた。祭司アロンの子なるエレアザルのコピネハスはこれを見て、会衆のうちから立ち上がり、槍を手に取り、そのイスラエルの人の後を追って、奥の間に入り、そのイスラエルの人を突き、またその女の腹を突き通して、二人を殺した。こうして疫病がイスラエルの人々に及ぶのが止んだ。しかし、その疫病で死んだ者は二万四千人であった。一住院養父、一住院養父主はモーセに言われた。祭司アロンの子なるエレアザルの子ピネハスは自分のことのように、私の憤激をイスラエルの人々のうちに表し、私の怒りをそのうちから取り去ったので、私は憤激して、イスラエルの人々を滅ぼすことをしなかった。このゆえにあなたは言いなさい。私は平和の契約を彼に授ける。これは彼とその後の子孫に永遠の祭司職の契約となるであろう。彼はその神のために熱心であって、イスラエルの人々のために罪の贖いをしたからであると。一住院養父、一住院養父ミディアンの女と共に殺されたイスラエルの人の名はジムリと言い、猿の子で、シメオン人のうちの一族の司であった。またその殺されたミディアンの女の名はコズビと言い、鶴の娘であった。鶴はミディアンの民の一族の頭であった。主はまたモセに言われた、ミディアン人を打ち悩ましなさい。
彼らは企みを持って、あなた方を悩まし、ペオルのことと、彼らの姉妹、ミデアンの司の娘コズビ、すなわちペオルのことにより、疫病の起こった日に殺された女のこととによって、あなた方を惑わしたからである。一重引用符、一重引用符第26章一重引用符、一重引用符疫病の後、主はモーセと祭司アロンの子エレアザルトに言われた。イスラエルの人々の全回収の総数をその父祖の家に従って調べ、イスラエルにおいて、すべて戦争に出ることのできる二十歳以上のものを数えなさい。そこでモセと祭司エレアザルトは、エリコに近いヨルダンのほとりにあるモアブの平野で彼らに言った。主がモセに命じられたように、あなた方のうちの二十歳以上のものを数えなさい。エジプトの地から出てきたイスラエルの人々は、次の通りである。一重引用符、一重引用符ルベンはイスラエルの長子である。ルベンの子孫は、ヘノクからヘノク人の氏族が出、パルからパル人の氏族が出、ヘズロンからヘズロン人の氏族が出、カルミからカルミ人の氏族が出た。これらはルベン人の氏族であって、数えられたものは 43,730 人であった。またパルの子はエリアブ。エリアブの子はネムエル、ダタン、アビラムである。このダタンとアビラムとは回収のうちから選び出されたもので、コラの共柄と共にモセとアロントに逆らって主と争った時、地は口を開いて彼らとコラとを飲み、その仲間は死んだ。その時250人が火に焼き滅ぼされて、戒めの鏡となった。ただし、コラの子たちは死ななかった。一重引用符、一重引用符シメオンの子孫は、その氏族によれば、ネムエルからネムエル人の氏族が出、ヤミンからヤミン人の氏族が出、ヤキンからヤキン人の氏族が出、ゼラからゼラ人の氏族が出、シャウルからシャウル人の氏族が出た。これらはシメオン人の氏族であって、数えられたものは 22,200 人であった。一重引用符、一重引用符ガドの子孫は、その氏族によれば、ゼポンからゼポン人の氏族が出、ハギからハギ人の氏族が出、シュニからシュニ人の氏族が出、オズニからオズニ人の氏族が出、エリからエリ人の氏族が出、アロドからアロド人の氏族が出、アレリからアレリ人の氏族が出た。これらはガドの子孫の氏族であって、数えられたものは 4,500 人であった。一重引用符、一重引用符ユダの子らはエルとオナントであって、エルとオナントはカナンの地で死んだ。ユダの子孫は、その氏族によれば、シラからシラ人の氏族が出、ペレズからペレズ人の氏族が出、ゼラからゼラ人の氏族が出た。ペレズの子孫は、ヘズロンからヘズロン人の氏族が出、ハムルからハムル人の氏族が出た。これらはユダの氏族であって、数えられたものは 76,500 人であった。一重引用符、一重引用符、一重引用符、一重引用符イッサカルの子孫は、その氏族によれば、トラからトラ人の氏族が出、プワからプワ人の氏族が出、ヤシュブからヤシュブ人の氏族が出、シムロンからシムロン人の氏族が出た。これらはイッサカルの氏族であって、数えられたものは 64,300 人であった。ゼブルンの子孫は、その氏族によれば、セレデからセレデ人の氏族が出、エロンからエロン人の氏族が出、ヤリエルからヤリエル人の氏族が出た。これらはゼブルン人の氏族であって、数えられたものは 6,500 人であった。一重引用符、一重引用符ヨセフの子らは、その氏族によれば、マナセとエフライムとであって、マナセの子孫は、マキルからマキル人の氏族が出た。マキルからギレアデが生まれ、ギレアデからギレアデ人の氏族が出た。ギレアデの子孫は、次の通りである。イエゼルからイエゼル人の氏族が出、ヘレクからヘレク人の氏族が出、アスリエルからアスリエル人の氏族が出、シケムからシケム人の氏族が出、セミダからセミダ人の氏族が出、ヘペルからヘペル人の氏族が出た。ヘペルの子ゼロペハデには男の子がなく、ただ女の子のみで、ゼロペハデの女の子の名はマーラ、ノア、ホグラ、ミルカ、テルザといった。これらはマナセの氏族であって、数えられたものは 52,700 人であった。一重引用符、一重引用符エフライムの子孫は、その氏族によれば、次の通りである。シテラからはシテラ人の氏族が出、ベケルからベケル人の氏族が出、タハンからタハン人の氏族が出た。またシテラの子孫は、次の通りである。すなわちエランからエラン人の氏族が出た。これらはエフライムの子孫の氏族であって、数えられたものは 32,500 人であった。
異常はヨセフの子孫で、その氏族によるものである。一重引用符。一重引用符ベニヤミンの子孫は、その氏族によれば、ベラからベラ人の氏族がで、アシベルからアシベル人の氏族がで、アヒラムからアヒラム人の氏族がで、シュパムからシュパム人の氏族がで、ホパムからホパム人の氏族が出た。ベラの子はアルデとナーマントであって、アルデからアルデ人の氏族が出、ナーマンからナーマン人の氏族が出た。これらはベニヤミンの子孫であって、その氏族によれば数えられたものは45,600人であった。一重引用符、一重引用符団の子孫は、その氏族によれば、次の通りである。シュハムからシュハム人の氏族が出た。これらはダンの氏族であって、その氏族によるものである。シュハム人のすべての氏族のうち、数えられたものは64,400人であった。一重引用符、一重引用符アセルの子孫は、その氏族によれば、エムナからエムナ人の氏族が出、エスイからエスイ人の氏族が出、ベリアからベリア人の氏族が出た。ベリアの子孫のうちヘベルからヘベル人の氏族が出、マルキエルからマルキエル人の氏族が出た。アセルの娘の名はサラと言った。これらはアセルの子孫の氏族であって、数えられたものは53,400人であった。一重引用符、一重引用符な二人の子孫は、その氏族によれば、ヤジエルからヤジエル人の氏族が出、グニからグニ人の氏族が出、エゼルからエゼル人の氏族が出、シレムからシレム人の氏族が出た。これらはナフタリの氏族であって、その氏族により、数えられたものは45,400人であった。一重引用符、一重引用符これらはイスラエルの子孫の数えられたものであって、601,130人であった。一重引用符、一重引用符主はモーセに言われた。これらの人々に、その名の数に従って地を分け与え、私業とさせなさい。大きい部族には多くの私業を与え、小さい部族には少しの私業を与えなさい。すなわち数えられた数に従って、各々の部族にその私業を与えなければならない。ただし地は、くじを持って分け、その父祖の部族の名に従って、それを継がなければならない。すなわち、くじを持ってその私業を大きいものと、小さいものとに分けなければならない。一重引用符、一重引用符レビ人のその氏族に従って数えられたものは次の通りである。ゲルションからゲルション人の氏族が出、コハテからコハテ人の氏族が出、メラリからメラリ人の氏族が出た。レビの氏族は次の通りである。すなわちリブニ人の氏族、ヘブロン人の氏族、マヘリ人の氏族、ムシ人の氏族、コラ人の氏族であって、コハテからアムラムが生まれた。アムラムの妻の名はヨケベデと言って、レビの娘である。彼女はエジプトでレビに生まれたものであるが、アムラムに嫁いで、アロンとモーセ及びその姉妹ミリアムを産んだ。アロンにはナダブ、アビュー、エレアザル及びイタマルが生まれた。ナダブとアビューはイカを主の前に捧げた時に死んだ。その数えられた1ヶ月以上のすべての男子は2万道とであった。彼らはイスラエルの人々のうちに私業を与えられなかったため、イスラエルの人々のうちに数えられなかったものである。一重引用符、一重引用符これらはモセと祭司エレアザルが、エリコに近いヨルダンのほとりにあるモアブの平野で数えたイスラエルの人々の数である。ただしそのうちには、モセと祭司アロンが市内の荒野でイスラエルの人々を数えた時に数えられたものは一人もなかった。それは主がかつて彼らについて、彼らは必ず荒野で死ぬであろう、と言われたからである。それで彼らのうちエフンネの子カレブとヌンの子ヨシュアのほか、一人も残ったものはなかった。一重引用符、一重引用符第27章一重引用符、一重引用符さて、ヨセフのコマナセの氏族のうちのヘペルの子、ゼロペハデの娘たちが訴えてきた。ヘペルはギレアデの子、ギレアデはマキルの子、マキルはマナセの子である。その娘たちは名をマーラ、ノア、ホグラ、ミルカ、テルザと言ったが、彼らは会見の幕屋の入り口でモセと、祭司エレアザルと、司たちと全会衆との前に立って言った。私たちの父は荒野で死にました。彼は、コラの仲間となって主に逆らった者どもの仲間のうちには加わりませんでした。彼は自分の罪によって死んだのですが、男の子がありませんでした。男の子がないからといって、どうして私たちの父の名がその氏族のうちから削られなければならないのでしょうか。
私たちの父の兄弟と同じように、私たちにも所有地を与えてください。一重引用符、一重引用符モーセがそのことを主の前に述べると、主はモーセに言われた、ゼロペハでの娘たちの言うことは正しい。あなたは必ず彼らの父の兄弟たちと同じように、彼らにも私業の所有地を与えなければならない。すなわち、その父の私業を彼らに渡さなければならない。あなたはイスラエルの人々に言いなさい。もし人が死んで、男の子がないときは、その私業を娘に渡さなければならない。もしまた娘もないときは、その私業を兄弟に与えなければならない。もし兄弟もないときは、その私業を父の兄弟に与えなければならない。もしまた父に兄弟がないときは、その氏族のうちで彼に最も近い親族にその私業を与えて所有させなければならない。主がモセに命じられたようにイスラエルの人々は、これを掟の定めとしなければならない。一重引用符、一重引用符主はモセに言われた。このアバリムの山に登って、私がイスラエルの人々に与える地を見なさい。あなたはそれを見てから、兄弟アロンのようにその民に加えられるであろう。これは回収が珍の荒野で逆らい争った時、あなた方は私の命に背き、あの水の傍らで彼らの目の前に私の聖なることを表さなかったからである。これは珍の荒野にあるカデシのメリバの水である。モーセは主に言った、すべての肉なる者の命の神、主よ、どうぞ、この回収の上に一人の人を立て、彼らの前に出入りし、彼らを導き出し、彼らを導き入れる者とし、主の回収を牧者のない羊のようにしないでください。主はモセに言われた、神の霊の宿っているヌンの子ヨシュアを選び、あなたの手をその上に置き、彼を祭司エレアザルと全回収の前に立たせて、彼らの前で職に任じなさい。そして彼にあなたの権威を分け与え、イスラエルの人々の全回収を彼に従わせなさい。彼は祭司エレアザルの前に立ち、エレアザルは彼のためにウリムを持って、主の前に判断を求めなければならない。ヨシュアとイスラエルの人々の全回収とは、エレアザルの言葉に従っていで、エレアザルの言葉に従って入らなければならない。そこでモーセは主が命じられたようにし、ヨシュアを選んで、祭司エレアザルと全回収の前に立たせ、彼の上に手を置き、主がモーセによって語られた通りに彼を任命した。一重引用符、一重引用符第28章一重引用符、一重引用符主はモーセに言われた。イスラエルの人々に命じて言いなさい。あなた方は香ばしい香りとして私に捧げる火祭り、すなわち、私の供え物、私の食物を定めの時に私に捧げることを怠ってはならない。また彼らに言いなさい。あなた方が主に捧ぐべき火祭りはこれである。すなわち一歳のオスの前期子羊二頭を毎日捧げて常半祭としなければならない。すなわち一頭の子羊を朝に捧げ、一頭の子羊を夕に捧げなければならない。また麦粉一エパの十分の一に、砕いて取った油一品の四分の一を混ぜて素祭としなければならない。これはシナイ山で定められた常半祭であって、主に香ばしい香りとして捧げる火祭りである。またその乾祭は、羊一頭について一品の四分の一を捧げなければならない。すなわち廟所において主のために濃い酒を注いで乾祭としなければならない。言うには他の一頭の子羊を捧げなければならない。その粗祭りと乾祭とは朝のものと同じようにし、その子羊を火祭りとして捧げ、主に香ばしい香りとしなければならない。一重引用符、一重引用符また安息日には一歳のオスの前期子羊二頭と、麦粉一エパの十分の二に油を混ぜた素祭と、その乾祭とを捧げなければならない。これは安息日ごとの半祭であって、常半祭とその乾祭とに加えらるべきものである。一重引用符、一重引用符またあなた方は月々の第一日に半祭を主に捧げなければならない。すなわち若い牡牛二頭、お羊一頭、一歳のオスの前期子羊七頭を捧げ、牡牛一頭には麦粉一エパの十分の三に油を混ぜたものを素祭とし、お羊一頭には麦粉一エパの十分の二に油を混ぜたものを素祭とし、子羊一頭には麦粉十分の一に油を混ぜたものを素祭とし、これを香ばしい香りの半祭として主のために火祭りとしなければならない。またその乾祭は牡牛一頭についてブドウ酒一品の二分の一、お羊一頭について一品の三分の一、
子羊一頭について一品の4分の1を捧げなければならない。これは年の月々を通じて、新月ごとに捧ぐべき飯祭である。また常飯祭とその冠祭りとの他に、オスヤギ一頭を財祭として主に捧げなければならない。一十陰陽符、一十陰陽符正月の14日は主の下越の祭りである。またその月の15日は祭日としなければならない。7日の間種入れぬパンを食べなければならない。その初めの日には、定会を開かなければならない。何の労役をもしてはならない。あなた方は火祭りとして主に飯祭を捧げなければならない。すなわち若い牡牛2頭、お羊1頭、1歳のオスの子羊7頭を捧げなければならない。これらは皆全着物でなければならない。その素菜には油を混ぜた麦粉を捧げなければならない。すなわち牡牛1頭につき麦粉1エパの10分の3、お羊1頭につき10分の2を捧げ、また7頭の子羊にはその1頭ごとに10分の1を捧げなければならない。またオスヤギ1頭を財祭として捧げ、あなた方のために罪の贖いをしなければならない。あなた方は朝に捧げる常飯祭の飯祭の他に、これらを捧げなければならない。このようにあなた方は7日の間毎日、火祭りの食物を捧げて、主に香ばしい香りとしなければならない。これは常飯祭とその冠祭りとの他に捧ぐべきものである。そして第7日に、あなた方は聖会を開かなければならない。何の労役をもしてはならない。一十陰陽符、一十陰陽符あなた方は七州の祭り、すなわち新しい素菜を主に捧げる初穂の日にも聖会を開かなければならない。何の労役をもしてはならない。あなた方は飯祭を捧げて、主に香ばしい香りとしなければならない。すなわち若い牡牛2頭、お羊1頭、一歳のオスの子羊七頭を捧げなければならない。その素菜には油を混ぜた麦粉を捧げなければならない。すなわち牡牛一頭につき一エパの十分の三、お羊一頭につき十分の二を捧げ、また七頭の子羊には一頭ごとに十分の一を捧げなければならない。またオスヤギ一頭を捧げてあなた方のために罪の贖いをしなければならない。あなた方は常飯祭りとその素祭りとその冠祭との他に、これらを捧げなければならない。これらは皆、全着物でなければならない。一十陰陽符、一十陰陽符第二十九章一十陰陽符、一十陰陽符七月には、その月の第一日に聖会を開かなければならない。何の労役をもしてはならない。これはあなた方がラッパを吹く日である。あなた方は飯祭を捧げて、主に香ばしい香りとしなければならない。すなわち若い牡牛一頭、お羊一頭、一歳のオスの前期子羊七頭を捧げなければならない。その素菜には油を混ぜた麦粉を捧げなければならない。すなわち牡牛一頭について一エパの十分の三、お羊一頭について十分の二を捧げ、また七頭の子羊には一頭ごとに十分の一を捧げなければならない。またオスヤギ一頭を財祭として捧げ、あなた方のために罪の贖いをしなければならない。これは新月の飯祭とその素菜、常飯祭りとその素菜、および冠祭の他のものであって、これらのものの定めに従い、香ばしい香りとして、主に火祭りとしなければならない。一十陰陽符、一十陰陽符またその七月の十日に聖会を開き、かつあなた方の身を悩まさなければならない。何の仕事もしてはならない。あなた方は主に飯祭を捧げて、香ばしい香りとしなければならない。すなわち若い牡牛一頭、お羊一頭、一歳のオスの子羊七頭を捧げなければならない。これらは皆全着物でなければならない。その素菜には油を混ぜた麦粉を捧げなければならない。すなわち牡牛一頭につき一エパの十分の三、お羊一頭につき十分の二を捧げ、また七頭の子羊には一頭ごとに十分の一を捧げなければならない。またオスヤギ一頭を財祭として捧げなければならない。これらは食材の財祭りと常飯祭とその素菜、および冠祭の他のものである。一十陰陽符。一十陰陽符七月の十五日に聖会を開かなければならない。何の労役もしてはならない。七日の間主のために祭りをしなければならない。あなた方は飯祭を捧げて、主に香ばしい香りの火祭りとしなければならない。すなわち若い牡牛十三頭、
お羊2頭、1歳のオスの子羊14頭を捧げなければならない。これらは皆全規模でなければならない。その素菜には油を混ぜた麦粉を捧げなければならない。すなわち13頭の王子には1頭ごとに10分の3、その2頭のお羊には1頭ごとに10分の2を捧げ、その14頭の子羊には1頭ごとに10分の1を捧げなければならない。またオスヤギ1頭を財祭として捧げなければならない。これらは常繁祭とその祖祭り及び関祭の他のものである。一十因用符、一十因用符第2日には若い王子12頭、お羊2頭、1歳のオスの前期子羊14頭を捧げなければならない。その王子とお羊と子羊とのための祖祭りと冠祭りとは、その数に従って、定めのように捧げなければならない。またオスヤギ1頭を財祭として捧げなければならない。これらは常繁祭とその祖祭り及び関祭の他のものである。第3日には王子11頭、お羊2頭、1歳のオスの前期子羊14頭を捧げなければならない。その王子とお羊と子羊とのための祖祭りと冠祭りとは、その数に従って定めのように捧げなければならない。またオスヤギ1頭を財祭として捧げなければならない。これらは常繁祭とその祖祭り及び関祭の他のものである。一十因用符、一十因用符第4日には王子10頭、お羊2頭、1歳のオスの前期子羊14頭を捧げなければならない。その王子とお羊と子羊とのための祖祭りと冠祭りとは、その数に従って定めのように捧げなければならない。またオスヤギ1頭を財祭として捧げなければならない。これらは常繁祭とその祖祭り及び関祭の他のものである。一十因用符、一十因用符第5日には王子9頭、お羊2頭、1歳のオスの前期子羊14頭を捧げなければならない。その王子とお羊と子羊とのための祖祭りと冠祭りとは、その数に従って定めのように捧げなければならない。またオスヤギ1頭を財祭として捧げなければならない。これらは常繁祭とその祖祭り及び関祭の他のものである。一十因用符、一十因用符第6日には王子8頭、お羊2頭、1歳のオスの前期子羊14頭を捧げなければならない。その王子とお羊と子羊とのための祖祭りと冠祭りとは、その数に従って定めのように捧げなければならない。またオスヤギ1頭を財祭として捧げなければならない。これらは常繁祭とその祖祭り及び関祭の他のものである。一十因用符、一十因用符第7日には王子7頭、お羊2頭、1歳のオスの前期子羊14頭を捧げなければならない。その王子とお羊と子羊とのための祖祭りと冠祭りとは、その数に従って定めのように捧げなければならない。またオスヤギ1頭を財祭として捧げなければならない。これらは常繁祭とその祖祭り及び関祭の他のものである。一十因用符、一十因用符第8日にはまた集会を開かなければならない。何の労役をもしてはならない。あなた方は繁祭を捧げて主に香ばしい香りの火祭りとしなければならない。すなわち王子1頭、お羊1頭、一歳のオスの前期子羊七頭を捧げなければならない。その王子とお羊と子羊とのための祖祭りと冠祭りとは、その数に従って定めのように捧げなければならない。またオスヤギ一頭を財祭として捧げなければならない。これらは常繁祭とその祖祭り及び関祭の他のものである。一十因用符、一十因用符あなた方は定めの祭りの時に、これらのものを主に捧げなければならない。これらはあなた方の誓願、または自発の供え物として捧げる繁祭、祖祭、関祭及び周恩祭りの他のものである。一十因用符、一十因用符モーセは主が命じられたことをことごとくイスラエルの人々に告げた。一十因用符、一十因用符第三十章一十因用符、一十因用符モーセはイスラエルの人々の部族の頭たちに言った。これは主が命じられたことである。もし人が主に誓願をかけ、またはその身に物立ちをしようと誓いをするならば、その言葉を破ってはならない。口で言った通りにすべて行わなければならない。またもし女がまだ若く、父の家にいて、主に誓願をかけ、またはその身に物立ちをしようとするとき、父が彼女の誓願、または彼女の身に断った者たちのことを聞いて、彼女に何も言わないならば、彼女はすべて誓願を行い、
またその身に断った者たちをすべて守らなければならない。しかし、彼女の父がそれを聞いた日に、それを承認しないときは、彼女はその誓願、またはその身に断った者たちをすべてやめることができる。父が承認しないのであるから、主は彼女を許されるであろう。またもし夫のある身で、自ら誓願をかけ、またはその身に者たちをしようと、軽々しく口で言った場合、夫がそれを聞き、それを聞いた日に彼女に何も言わないならば、彼女はその誓願を行い、その身に断った者たちを守らなければならない。しかし、もし夫がそれを聞いた日に、それを承認しないならば、夫はその女がかけた誓願、またはその身に者たちをしようと、軽々しく口に言ったことをやめさせることができる。主はその女を許されるであろう。しかし、カフあるいは離縁された女の誓願、すべてその身に断った者たちは、それを守らなければならない。もし女が夫の家で誓願をかけ、またはその身に者たちをしようと誓ったとき、夫がそれを聞いて、彼女に何も言わず、またそれに反対しないならば、その誓願はすべて行わなければならない。またその身に断った者たちは、すべて守らなければならない。しかし、もし夫がそれを聞いた日にそれを認めないならば、彼女の誓願、または身の者たちについて、彼女が口で言ったことは、すべてやめることができる。夫がそれを認めなかったのだから、主はその女を許されるであろう。すべての誓願及びすべてその身を悩ます者たちの誓約は、夫がそれを守らせることができ、または夫がそれをやめさせることができる。もし夫が彼女に何も言わずに日を送るならば、彼は妻がした誓願、または者たちをすべて認めたのである。彼はそれを聞いた日に妻に何も言わなかったのだから、それを認めたのである。しかし、もし夫がそれを聞き、後になって、それを認めないならば、彼は妻の罪を負わなければならない。一十因用符これらは主がモーセに命じられた定めであって、夫と妻との間、及び父とまだ若くて父の家にいる娘との間に関するものである。一十因用符第31章一十因用符さて主はモーセに言われた。ミディアン人にイスラエルの人々の仇を報いなさい。その後、あなたはあなたの民に加えられるであろう。モーセは民に言った。あなた方のうちから人を選んで戦いのために武装させ、ミディアン人を攻めて、主のためミディアン人に復讐しなさい。すなわちイスラエルのすべての部族から、部族ごとに千人ずつを戦いに送り出さなければならない。そこでイスラエルの部族のうちから部族ごとに千人ずつを選び、12,000人を得て、戦いのために武装させた。モーセは各部族から千人ずつを戦いに使わし、また祭司エレアザルのコピネハスに、聖なる器と吹き鳴らすラッパとを取らせて、共に戦いに使わした。彼らは主がモセに命じられたようにミディアン人と戦って、その男子を皆殺した。その殺した者の他にまたミディアンの王五人を殺した。その名はエビ、レケム、ツル、フル、レバである。またベオルのコバラムをも、剣にかけて殺した。またイスラエルの人々はミディアンの女たちとその子供たちを捕虜にし、その家畜と、羊の群れと、家財とをことごとく奪い取り、その住まいのある町々と、その部落とを、ことごとく火で焼いた。こうして彼らはすべて奪ったものと、かすめたものとは人をも家畜をも取り、その生け取ったものと、かすめたものと、奪ったものとを携えて、エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野の宿営におるモーセと祭司エレアザルとイスラエルの人々の回収のもとへ戻ってきた。一十因用符時にモーセと祭司エレアザルと回収の司たちハミナ宿営の外に出て迎えたが、モーセは軍勢の将たち、すなわち戦場から帰ってきた千人の長たちと、百人の長たちに対して怒った。モーセは彼らに言った、あなた方は女たちを皆生かしておいたのか。彼らはバラムの計りごとによって、イスラエルの人々に、ペオルのことで主に罪を犯させ、ついに主の回収のうちに疫病を起こすに至った。それで今、この子供たちのうちの男の子を皆殺し、また男と寝て、男を知った女を皆殺しなさい。ただし、まだ男と寝ず、男を知らない娘はすべてあなた方のために生かしておきなさい。そしてあなた方は、野下の間宿営の外に留まりなさい。
あなた方のうちすべて人を殺した者、およびすべて殺された者に触れた者は、あなた方自身も、あなた方の捕虜も共に、三日目と七日目とに身を清めなければならない。またすべての衣服と、すべての革の器と、すべてヤギの毛で作ったものと、すべての木の器とを清めなければならない。一重院妖婦、一重院妖婦祭司エレアザルは戦いに出た戦人たちに言った。これは主がモセに命じられた律法の定めである。金、銀、青銅、鉄、錫、鉛など、すべて火に耐えるものは火の中を通さなければならない。そうすれば清くなるであろう。なおその上、汚れを清める水で、清めなければならない。しかし、すべて火に耐えないものは水の中を通さなければならない。あなた方は七日目に衣服を洗わなければならない。そして清くなり、その後宿営にはいることができる。一重院妖婦、一重院妖婦主はモセに言われた。あなたと祭司エレアザル及び回収の士族の頭たちは、その生け捕った人と家畜の獲物の総数を帳べ、その獲物を戦いに出た勇士と、全回収とに折半しなさい。そして戦いに出た戦人に、人または牛、またはロバ、または羊を、おのおの五百ごとに一つを取り、貢ぎとして主に捧げさせなさい。すなわち彼らが受ける半分の中から、それを取り、主に捧げるものとして祭司エレアザルに渡しなさい。またイスラエルの人々が受ける半分の中から、その得た人または牛、またはロバ、または羊などの家畜を、おのおの五十ごとに一つを取り、主の幕屋の務をするレビ人に与えなさい。モセと祭司エレアザルとは、主がモセに命じられた通りに言った。一重院妖婦、一重院妖婦そこでその獲物、すなわち、戦人たちが奪い取ったものの残りは羊675,000、牛72,000、ロバ61,000、人32,000。これは皆男と根津男を知らない女であった。そしてその半分、すなわち戦いに出た者の分は羊337,500、主に貢ぎとした羊は675。牛は36,000、そのうちから主に貢ぎとしたものは72。ロバは35,000、そのうちから主に貢ぎとしたものは61。人は16,000、そのうちから主に貢ぎとしたものは32人であった。モーセはその貢ぎを主に捧げるものとして祭司エレアザルに渡した。主がモーセに命じられた通りである。一重院妖婦、一重院妖婦モーセが戦いに出た人々とは別にイスラエルの人々に与えた半分、すなわち回収の受けた半分は羊337,500、牛36,000、ロバ35,000、人16,000であって、モーセはイスラエルの人々の受けた半分の中から、人及び獣をおのおの五十ごとに一つを取って、主の幕屋の務をするレビ人に与えた。主がモーセに命じられた通りである。一重院妖婦、一重院妖婦時に軍勢の将であった者ども、すなわち千人の長たちと百人の長たちとがモーセのところに来て、モーセに言った。しもべらは、指揮科の戦人を数えましたが、我々のうち、一人も欠けた者はありませんでした。それで、我々は、おのおの手に入れた金の飾り物、すなわち腕飾り、腕は、指は、耳は、首飾りなどを主に携えてきて備え物とし、主の前に我々の命の贖いをしようと思います。モーセと祭司エレアザルとは、彼らから細工を施した金の飾り物を受け取った。千人の長たちと百人の長たちとが、主に捧げ物とした金は合わせて16,750シケル。戦人は、おのおの自分の分取り物を得た。モーセと祭司エレアザルとは、千人の長たちと百人の長たちとから、その金を受け取り、それを携えて会見の幕屋に入り、主の前に置いてイスラエルの人々のために記念とした。一重院妖婦、一重院妖婦第32章。一重院妖婦、一重院妖婦ルベンの子孫とガドの子孫とは、非常に多くの家畜の群れを持っていた。彼らがヤゼルの地と、ギレアデの地とを見ると、そこは家畜を飼うのに適していたので、ガドの子孫とルベンの子孫とが来て、モーセと、祭司エレアザルと、回収の司たちとに言った。アタロテ、デボン、ヤゼル、ニムラ、ヘシボン、エレアレ、シバム、ネボ、ベオン、すなわち主がイスラエルの回収の前に打ち滅ぼされた国は、家畜を飼うのに適したちですが、シモベラは家畜を持っています。彼らはまた言った。それでもし、あなたの恵みを得られますなら、
どうぞこの地をしもべらの領地にして、我々にヨルダンを渡らせないでください。一十引用符モーセはガドの子孫とルベンの子孫とに言った。あなた方は兄弟が戦いに行くのに、ここに座っていようというのか。どうしてあなた方はイスラエルの人々の心をくじいて、主が彼らに与えられる地に渡ることができないようにするのか。あなた方の先祖も、私がカデシバルネアから、その地を見るために使わした時に、同じようなことをした。すなわち彼らはエシコルの谷に行って、その地を見た時、イスラエルの人々の心をくじいて、主が与えられる地に行くことができないようにした。そこでその時、主は怒りを発し、誓って言われた。エジプトから出てきた人々で二十歳以上の者は一人も私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓った地を見ることはできない。彼らは私に従わなかったからである。ただケニズ人エフンネの子カレブとヌンの子ヨシュアとはそうではない。この二人は全く主に従ったからである。主はこのようにイスラエルに向かって怒りを発し、彼らを40年の間荒野にさまよわされたので、主の前に悪を行ったその世代の人々は、ついに皆滅びた。あなた方はその父に代わって立った罪人の輩であって、主のイスラエルに対する激しい怒りをさらに増そうとしている。あなた方がもし背いて主に従わないならば、主はまたこの民を荒野に捨て置かれるであろう。そうすればあなた方はこの民をことごとく滅ぼすに至るであろう。一十引用符彼らはモセのところへ進み寄って行った。我々はこのところに、群れのために羊の檻を建て、また子供たちのために町々を建てようと思います。しかし、我々は武装してイスラエルの人々の前に進み、彼らをそのところへ導いていきましょう。ただ我々の子供たちは、この地の住民の害を逃れるため、堅固な町々に住ませておかなければなりません。我々はイスラエルの人々が、おのおのその修行を受けるまでは、家に帰りません。また我々はヨルダンの彼方で彼らと共には修行を受けません。我々はヨルダンの彼方、すなわち東の方で修行を受けるからです。モーセは彼らに言った、もし、あなた方がそのようにし、皆武装して主の前に行っておののい、皆武装して主の前に行ってヨルダン川を渡り、主がその敵を自分の前から追い払われて、この国が主の前に征服されて後、帰ってくるならば、あなた方は主の前にも、イスラエルの前にも、咎めはないであろう。そしてこの地は主の前にあなた方の所有となるであろう。しかし、そうしないならば、あなた方は主に向かって罪を犯した者となり、その罪は必ず身に及ぶことを知らなければならない。あなた方は子供たちのために町々を建て、羊のために檻を建てなさい。しかし、あなた方は約束したことは行わなければならない。ガドの子孫とルベンの子孫とは、モーセに言った、しもべらはあなたの命じられた通りにいたします。我々の子供たちと妻と羊と、すべての家畜とは、このギレアデの町々に残します。しかし、しもべらは皆武装して、あなたの言われる通り、主の前に渡って行っておののいます。一十引用符モーセは彼らのことについて、祭司エレアザルと、ヌンの子ヨシュアと、イスラエルの人々の部族のうちの氏族の頭たちとに命じた。そしてモーセは彼らに言った、ガドの子孫と、ルベンの子孫とが、おのおの武装してあなた方と一緒にヨルダンを渡り、主の前に戦って、その地をあなた方が征服するならば、あなた方は彼らにギレアデの地を領地として与えなければならない。しかし、もし彼らが武装してあなた方と一緒に渡っていかないならば、彼らはカナンの地であなた方のうちに領地を得なければならない。ガドの子孫と、ルベンの子孫とは答えて言った。シモベラは主が言われた通りにいたします。我々は武装して、主の前にカナンの地へ渡っていきますが、ヨルダンの子なたで、我々の修行を持つことにします。一十引用符そこでモーセはガドの子孫と、ルベンの子孫と、ヨセフの子マナセの部族の仲間とに、アモリ人の王シホンの国と、バシャンの王オグの国とを与えた。すなわち、その国及びその領内の町々とその町々の周囲の地とを与えた。こうしてガドの子孫は、デボン、アタロテ、アロエル、アテロテショパン、ヤゼル、ヨグベハ、ベテニムラ、ベテハランなどの堅固な町々を建て、羊の檻を建てた。またルベンの子孫は、ヘシボン、
エレアレ、キリアタイム、および後に名を改めたネボと、バールメオンの長を立て、またシブマの長を立てた。彼らは建てた町々に新しい名を与えた。またマナセのコマキルの子孫はギレアデに行って、そこを取り、その住民アモリ人を追い払ったので、モセはギレアデをマナセのコマキルに与えてそこに住まわせた。またマナセのコヤイルは行って村々を取り、それをハオテヤイルと名付けた。またノバは行ってケナテとその村々を取り、自分の名に従って、それをノバと名付けた。一十引用符、一十引用符第33章一十引用符、一十引用符イスラエルの人々が、モセとアロンとに導かれ、その部隊に従って、エジプトの国を出てから経た旅路は次の通りである。モセは主の命により、その旅路に従って宿駅を書き留めた。その宿駅に従えば旅路は次の通りである。彼らは正月の15日にラメセスを出発した。すなわち下越の翌日イスラエルの人々は、すべてのエジプト人の目の前を生きようようと出発した。その時エジプト人は、主に撃ち殺されたすべてのウイゴを葬っていた。主はまた彼らの神々にも罰を加えられた。一十引用符、一十引用符。こうしてイスラエルの人々はラメセスを出発してスコテに宿営し、スコテを出発して荒野の端にあるエタムに宿営し、エタムを出発してバールゼポンの前にあるピハヒロテに引き返してミグドルの前に宿営し、ピハヒロテを出発して、海の中を通って荒野に入り、エタムの荒野を三日時ほど行って、メラに宿営し、メラを出発し、エリムに行って宿営した。エリムには水の泉12と、夏目ヤシ70本とがあった。エリムを出発して紅海のほとりに宿営し、紅海を出発して真の荒野に宿営し、真の荒野を出発してドフカに宿営し、ドフカを出発してアルシに宿営し、アルシを出発してレピデムに宿営した。そこには民の飲む水がなかった。レピデムを出発してシナイの荒野に宿営し、シナイの荒野を出発してキブロテハッタワに宿営し、キブロテハッタワを出発してハゼロテに宿営し、ハゼロテを出発してリテマに宿営し、リテマを出発してリンモンパレツに宿営し、リンモンパレツを出発してリブナに宿営し、リブナを出発してリッサに宿営し、リッサを出発してケヘラタに宿営し、ケヘラタを出発してシャペル山に宿営し、シャペル山を出発してハラダに宿営し、ハラダを出発してマケロテに宿営し、マケロテを出発してタハテに宿営し、タハテを出発してテラに宿営し、テラを出発してミテカに宿営し、ミテカを出発してハシモナに宿営し、ハシモナを出発してモセラに宿営し、モセラを出発してベネヤカンに宿営し、ベネヤカンを出発してホルハギデガデに宿営し、ホルハギデガデを出発してヨテバタに宿営し、ヨテバタを出発してアブロナに宿営し、アブロナを出発してエジオンゲベルに宿営し、エジオンゲベルを出発してチンの荒野すなわちカデシに宿営し、カデシを出発してエドムの国の端にあるホル山に宿営した。一十引用符、一十引用符。イスラエルの人々がエジプトの国を出て40年目の5月1日に、祭司アロンは主の命によりホル山に登って、そのところで死んだ。アロンはホル山で死んだ時123歳であった。一十引用符、一十引用符。カナンの地のネゲブに住んでいたカナン人アラデの王は、イスラエルの人々の来るのを聞いた。一十引用符、一十引用符。ついで、ホル山を出発してザルモナに宿営し、ザルモナを出発してプノンに宿営し、プノンを出発してオボテに宿営し、オボテを出発してモアブの境にあるイエアバリムに宿営し、イエアバリムを出発してデボンガドに宿営し、デボンガドを出発してアルモンデブラタイムに宿営し、アルモンデブラタイムを出発してネボの前にあるアバリムの山に宿営し、アバリムの山を出発してエリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野に宿営した。すなわちヨルダンのほとりのモアブの平野で、ベテーシモテとアベルシッテムとの間に宿営した。一十引用符、一十引用符。エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野で、主はモセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方がヨルダンを渡ってカナンの地にはいるときは、その地の住民をことごとくあなた方の前から追い払い、すべての石像をこぼち、すべての鋳像をこぼち、すべての高きところを破壊しなければならない。またあなた方はその地の民を追い払って、そこに住まなければならない。私がその地をあなた方の所有として与えたからである。あなた方は、おのおの氏族ごとにくじを引き、その地を分けて私業としなければならない。大きい部族には多くの私業を与え、
小さい部族には少しの資料を与えなければならない。そのくじの当たったところがその所有となるであろう。あなた方は父祖の部族に従って、それを継がなければならない。しかし、その地の住民をあなた方の前から追い払わないならば、その残しておいたものはあなた方の目にトゲとなり、あなた方の脇に茨となり、あなた方の住む国において、あなた方を悩ますであろう。また、私は彼らにしようと思った通りに、あなた方にするであろう。一十引用符、一十引用符第34章一十引用符、一十引用符主はモセに言われた、イスラエルの人々に命じて言いなさい。あなた方がカナンの地にはいるとき、あなた方の資業となるべき地はカナンの地で、その全域は次の通りである。南の方はエドムに接するチンの荒野に始まり、南の境は、東は潮の海の端に始まる。その境はアクラビムの坂の南をめぐってチンに向かい、カデシバルネアの南に至り、ハザルアダルに進み、アズモンに及ぶ。その境はまたアズモンから転じてエジプトの川に至り、海に及んで尽きる。一十引用符、一十引用符制の境は大海とその沿岸で、これがあなた方の西の境である。一十引用符、一十引用符あなた方の北の境は次の通りである。すなわち大海からホル山まで線を引き、ホル山から浜手の入り口まで線を引き、その境をゼダデに至らせ、またその境はジフロンに進み、ハザルエノンに至って尽きる。これがあなた方の北の境である。一十引用符、一十引用符あなた方の東の境は、ハザルエノンからシパムまで線を引き、またその境はアインの東の方で、シパムからリブラに降り、またその境は下ってキンネレテの海の東の斜面に至り、またその境はヨルダンに降り、潮の海に至って尽きる。あなた方の国の周囲の境は以上の通りである。一十引用符、一十引用符モーセはイスラエルの人々に命じて言った。これはあなた方が、くじによって継ぐべき地である。主はこれを九つの部族と半部族とに与えよと命じられた。それはルベンの子孫の部族とガドの子孫の部族とが共に父祖の家に従って、すでにその資業を受け、またマナセの半部族もその資業を受けていたからである。この二つの部族と半部族とはエリコに近いヨルダンの彼方、すなわち東の方、火の出る方で、その資業を受けた。一十引用符、一十引用符主はまたモセに言われた。あなた方に、資業として地を分け与える人々の名は次の通りである。すなわち祭司エレアザルと、ヌンの子ヨシュアとである。あなた方はまた、おのおの部族から、司一人ずつを選んで、地を分け与えさせなければならない。その人々の名は、次の通りである。すなわちユダの部族ではエフンネの子カレブ、シメオンの子孫の部族ではアミホデの子サムエル、ベニヤミンの部族ではキスロンの子エリダで、ダンの子孫の部族ではヨグリの子司ブッキ、ヨセフの子孫、すなわちマナセの部族ではエポデの子司ハニエル、エフライムの子孫の部族ではシフタンの子司ケムエル、ゼブルンの子孫の部族ではパルナクの子司エリザパン、イッサカルの子孫の部族ではアザンの子司パルテール、アセルの子孫の部族ではシロミの子司アヒューで、ナフタリの子孫の部族では、アミホデの子司パダヘル。カナンの地でイスラエルの人々に資業を分け与えることを主が命じられた人々は以上の通りである。一十引用符、一十引用符第35章一十引用符、一十引用符エリコに近いヨルダンのほとりのモアブの平野で、主はモーセに言われた、イスラエルの人々に命じて、その得た資業のうちから、レビ人に住むべき町々を与えさせなさい。また、あなた方は、その町々の周囲の放牧地をレビ人に与えなければならない。その町々は彼らの住むところ、その放牧地は彼らの家畜と群れ、およびすべての獣のためである。あなた方がレビ人に与える町々の放牧地は、町の石垣から一千キュビトの周囲としなければならない。あなた方は町の外で東側に二千キュビト、南側に二千キュビト、西側に二千キュビト、北側に二千キュビトを測り、町はその中央にしなければならない。彼らの町の放牧地は、このようにしなければならない。あなた方がレビ人に与える町々は六つで、逃れの町とし、人を殺した者が逃れるところとしなければならない。なおこの他に四十二の町を与えなければならない。すなわちあなた方がレビ人に与える町は合わせて四十八で、これをその放牧地と共に与えなければならない。
あなた方がイスラエルの人々の所有の地からレビ人にまちまちを与えるには、大きい部族からは多く取り、小さい部族からは少なく取り、おのおの受ける修行に従って、そのまちまちをレビ人に与えなければならない。一重引用符、一重引用符主はモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。あなた方がヨルダンを渡ってカナンの地にはいるときは、あなた方のために町を選んで、逃れの町とし、誤って人を殺した者を、そこに逃れさせなければならない。これはあなた方が復讐する者を避けて逃れる町であって、人を殺した者が回収の前に立って、裁きを受けないうちに、殺されることのないためである。あなた方が与える町々のうち、六つを逃れの町としなければならない。すなわちヨルダンの彼方で三つの町を与え、カナンの地で三つの町を与えて、逃れの町としなければならない。これらの六つの町は、イスラエルの人々と、他国の人及び寄留者のために、逃れの場所としなければならない。すべて誤って人を殺した者が、そこに逃れるためである。一重引用符、一重引用符もし人が鉄の器で、人を撃って死なせたならば、その人は誤殺人である。誤殺人は必ず殺されなければならない。またもし人を殺せるほどの石を取って、人を撃って死なせたならば、その人は誤殺人である。誤殺人は必ず殺されなければならない。あるいは人を殺せるほどの木の器を取って、人を撃って死なせたならば、その人は誤殺人である。誤殺人は必ず殺されなければならない。血の復讐をする者は、自分でその誤殺人を殺すことができる。すなわち彼に出会うとき、彼を殺すことができる。またもし恨みのために人を突き、あるいは故意に人に物を投げつけて死なせ、あるいは恨みによって手で人を撃って死なせたならば、その撃った者は必ず殺されなければならない。彼は誤殺人だからである。Thank you.